はい、皆さんおはようございます。スーパー GT2024 富士、公式テストセッション1ということで同時視聴実況です。スーパー GT スーパーフォーミュラー同時視聴実況を中心に活動しております。助走レース系助走レースクイーン VTuber のホワイトチョコです。本日もよろしくお願いいたします。おはようございます。朝ということで、だいぶあれですね、ちょっと天気があまり今回良くなくてというか、私の立ち位置が悪いですね。はい、天気がちょっとですね、あまり良くなくてですね、なかなか今日のね、まあ午後にもね、模擬予選もありますけども、ちょっと心配なところもあるのかなということでございます。いきさん、小泉さんいらっしゃいませ。おはようございます。前回は午後だけのねセッションの同時視聴実況でしたので、朝は皆さん弱いのかなと。もう私も朝弱いですし、まあそもそも土曜にね、こんな朝早くから起きてる方もね、なかなか少ないのかなと思いますけども。はい。まあそんなわけでですね、本日もやっていきますと。そうですね、まあちょいちょいとね、ニュースがあったりもするわけなんですが、ちょっと待ってね、ちょっとなんか調整が、寝起きで見に来ました。寝起きで見に来ました。まあそんな感じの方もね結構多いのかなって。前回ね、もう待機の待機の時点で20名ほど待機していただいてたんで、まあそれに比べるとやっぱ皆さん朝はまあ特段今回大きな、そうですね、まあ、午前中3時間っていう、なかなか長いセッションになるので、まあ、もうのんびり見てる方とかね、まあ、現地で見てる方とかはね、情報の一つとして見ていただけたらな、なんて思いますけども、まあ、そんな中で、まあ、私も今日ものんびりと、やっていきたいなと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい。はい、ライネさんもこんちょこです。おはようございます。 HC さんもいらっしゃいませ。おはようございます。朝です。朝です。ちょっと私の立ち位置があんまり良くないな。この辺かな。はい、でちょっとそうですね、100号車のね、今回も牧野選手が、フロントが特別仕様ですね。ちょっと欠席と、前回の岡山テストに引き続き欠席。そしてですね、300じゃなくて、なんか決勝2期の途中までしか見れないかな。どこだっけ？どこだっけなぁ。ヘルム。何号車だ、もう。新規チームのね、カーナンバー覚えられてないんですよね、まだ。62ですね。はい。62のね、ヘルムモータースポーツの平手康平選手も、本日に関してはちょっとお休みという、体調不良でね、体調不良でちょっとお休みという話になっておりますと。ちょっと体調不良続きでね、心配なところがありますよというところと、あと100号車ですね、スタンレーの方ですけども、ちょっと戻っちゃうんですけど、牧野選手の代わりに、18号車のね、アップガレージでも走ってますけども、小出俊選手がですね、代役ということで第3ドライバーに今回登録されておりますと、はい、いうような形です。昨日はね、非常に天候もよく、富士の方で、プロモーションとか、プロモーション撮影とか、まあ、各、500の撮影だったり、その300のね、同型車種の撮影だったりとか、いろいろと撮影日和だったんじゃないかな、ということで、まあ、今シーズンもね、新しいオープニングのもとですね、開幕戦から楽しみにしたいなということで、私もそういう映像を作れたらいいんですけども、なかなかね、そもそも現地に行って映像も撮れないし、まあなんか、そういう編集能力があるわけでもないので、致し方ないんですけども、まあそういった形でですね、まあいろんなプロモーション撮影が行われましたよっていう機能でした。はい。またちょっとたびたびね、また説明の方もしながらですね、今回の公式テストの富士、
について、いろいろとお話ししながらやっていきたいなと思います。この番組は遅れながらですけどもスーパー GT を応援する番組となっておりますのでね、ぜひ皆さん高評価チャンネル登録のもと視聴していただけると大変幸いでございます。はい。そして、こちらで見ている映像なんですけども、J スポーツの方ですね。今回も J スポーツのオンデマンドのみ、特別配信ということで、行われております。また公式の方は YouTube の方でですね、ラップタイミングですね。ライブタイミングの方だけですね、配信がされるということになってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ライブタイミングについてはですね、スマートフォンアプリ、の方でもですね、公式のものが、出ております。ただし、毎年買い切りなんですけども、1200円ということでちょっとお高いのかなと思いつつ、まあ、単純に12ヶ月で割ったら1月100円なので、まあ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 っていう、月100円だったら全然大丈夫かなっていう感じですけども、まあ結構それでもね、高いっていうおっしゃられる方いますけど、意外とこう月別換算にすると安いですからね。まあ全8000のプラスこういうね、あの予選じゃないわ、あの公式テストのやつも見れるって考えたら、まあ月100、まあ言っても150円ぐらいって考えたら、まあそれぐらいは全然いいんじゃないかなって思ったりもしますけども、まあいろいろとありますよね。パッと1200円って見せられたらちょっと高いな、でも実際割ってみたら安いなみたいな、まあよくある話ですね。はい。そして J スポーツの映像はですね、この後、8時55分から映像が開始される予定となっております。映像届きますんでね、はい、ぜひそちら見られる方はですね、そちらも注目してみてください。はい。さて、スーパー GT は今年なんと30周年ということで、まあ、そのなんか記念ロゴみたいなのもあるらしいんですけども、その記念ロゴは公式的にはまだ発表はされてないので、まあ、ちょっとさ、また発表されたらなんかね、私の同時視聴実況のどこかにもちょっとペタって貼りたいなって思ってたりしますけども、まあ、30周年ということで、まあ、いろんな企画があるのかな、ちょっとその辺もね、まだ何とも分かっていないところではあるんですけども、まあなんか記念イベントとかがね、こちらでも何かしらできればよかったりするんですけど、なかなかね、どうしても映像が使えませんので残念ながらね、難しいところではあったりしますけども、まあそれは致し方がないということで、やっていきたいなと思います。はい。それでは今回の方も皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。まもなく、映像の方も届きましてですね、9時からですね、セッション1スタートとなっております。さて映像そろそろ来ていいかなって思うんですけど、まだ来ない。うん、まだ来ませんね。8時55分なんですけどね、まだ来ないんだよな。そろそろ来てもいいと思うんだけどな。あ、来た。あ、来ましたよ。映像が来ましたが、映りません。チョコさん、おはようございます。朝から地震があってびっくりしました。映りましたね。あ、おはようございます。そうですね。朝ちょっと地震あったらしいので、私の方は影響なかったですけども。まあ、ちょっと最近多いですからね、昨日か一昨日も震度5弱とかもねあったみたいなんで、十分気をつけてください。はい。曇り空ですね。だいぶ曇ってますね。はい。というわけで改めまして、スーパー GT2024 公式テスト富士、セッション1の方を改めまして、同時視聴実況を始めていきたいと思います。はい。こちらの番組ですね、お送りしますのは上層レースクイーン VTuber のホワイトチョコです。皆さんまたよろしくお願いいたします。あー、でも地面は完全にこれウェット路面ですね。今雨降ってるかっていうのはちょっと映像ではなかなか分かりづらいところではありますけども、天候的にもね、雨が続くということで。愛知岐阜やったけど関西も揺れましたね。これはちょっとそうですね、雨。なぜこう、富士のね、公式テストは毎年雨なんでしょうね。私が知る限り3年連続で雨です。はい。
3年連続です。なんかねまあタイヤテストとかでね、富士とかでやってるチームとかもありますけども、まあそういったところだとね晴れてたりするんですけども。今日おはようございます。甲府は雪が落ちてきました。私も昨日雪をね朝見かけましてですね、まだ雪降るのかというようなところでございました。ウェット宣言出てますね。ウェット宣言が出ております。はい、ウェット宣言出てます。さあ、まあ映像の方というかね、 J スポーツの方では本日もいろいろと発表されておりますけども、いやー、ウェット宣言です。ウェットコンディションディション、さあいいよ、これでいいかな。はい、富士スピードウェイ雨が降ってますね。ウェットコンディション降って今降ってるのかな。ちょっとなんか雨水が見える感じではなかったですけど、ウェットコンディションです。はい、まあ3時間です。3時間ありますからね、結構長いですからね。まあいろんな話をしながらですね、今日はゆったりとやっていきたいなと思います。ああ降ってますね。はい、降ってます、完全に降ってます。チェイスポ読んでみてます。公式テストセッション、はい、でこれですね、午後からセッション2ですけども、模擬予選ですね、行われますけども、これウェット宣言となると、今年の新しいね、システムですけども、ちょっとねなんというか、ウェットコンディションの時はちょっとウェットのちょっと特別ルールというか、ルールが若干変わりますよということになりそうですので、まあその辺もどうなるかっていうところですね。で、今回はですね、こちらもセッション1からセッション4すべてのなんだセッションにおいてですね、同時視聴実況を行ってまいります。まあなかなか長時間のね大変なところでもあるかなと思いますけどもね、ぜひゆっくりと聞いていただけたらなと思います。レインタイヤかな。そうですね、レインタイヤということになりそうですね。さあ、ARTA8 号車16号車でスタンデー、モデューロか、モデューロと、まあいろいろともうね車を出してきておりますけども、もう間もなくですね、セッション1、スタートとなります。もう間もなくセッション1スタートとなります。さあ、まあ完全に降ってますね。気温5度。気温が5度という、寒いな。気温5度か。気温5度、路面温度8度。5度か。てか寒めちゃくちゃ寒くないですか。さあ、まもなく公式テスト始まります。さあ、はい。9時になりました。おはようございます。改めましておはようございます。スーパー GT2024 富士公式テストセッション1スタートです。中島レーシングの X 見たら完全ウェットじゃん。さあ、ということで始まってまいりましたけども、改めまして気温5度、路面温度8度ということで、結構寒いです。結構寒いですね。寒いし雨降ってるし、なので現地観戦もねかなり大変かなと思います。ホームストレートのパナソニックの看板変わってますね。あ、そうなの、それ知らなかった、ありがとうございます。さあ、GT500 クラスもですね、続々と出てまいりましてですね、まあいろいろとドライバーも出てくるかなと思いますので、その辺もね、いろいろと解説しながらですねやっていきたいなと思います。
さて、まあ、今回ですね、まあ、注目ポイントをいろいろとあるかなと思います。私のチャンネルでもアンケートを取らせていただきました。ご協力ね、皆さんありがとうございました。で、今回の、まあ、行われるスーパー GT 富士の公式テストの、まあ、皆さんの中で一番の注目ポイントということでお聞きしました。結果としてですね、まあ、2回目となる模擬予選、25号車のホッピーのことで、100号車の代理小出選手で、フェラーリアストマーチンのですね、その富士との相性と、でシビックの、富士との相性という、まあ、5つのポイントということですけども、まあ、今回ですね一番注目を集めているのはやはり これですね、まあ、私もこれ作った時点で、まあ、想像し、まあ、予想通りだったんですけども、いよいよね、あの皆さんはの方でもね、雨だから行くのやめた、まあ、いろいろとご支援とおかげということもございまして、25号車のホッピー、土屋ですけども、いよいよ復活ということで、昨日もね、あの帰ってきたよということで、まあ、ブログとかも更新されてました。でブログの内容は有料ですのでね、こちらをお伝えすることはできませんけども、あの、まあ、いよいよ帰ってきたと、富士に帰ってきた、まあ、いろんな支えを受けた上で帰ってきましたよという内容でございましてですね、まあ、この富士テストでシェイクダウンです。はい、シェイクダウンです。でシェイクダウンになりますし、まあ、カラーリングもね、今回まだ、完成してないというところでですね、まあ、ちょっと特別仕様というところになっております。オートバックスが今年で50周年を迎えるみたいですね。そうですね、オートバックスが今年で50周年で、スーパー GT としては30周年という形になります。さあ、8号車 ARTA ですね、まあ、今回、まあ、今あのオートバックス、まあ、オートバックスといえば ARTA というところもありますけども、さあ、8号車シビックタイプ R、 わあ結構上がってますね。水煙メインストレート、あのこれで風もあるとですね、もうこの観客席にね雨粒が全部飛んでくるんですよね。観客席もですね、今回やはりあの上の方はね、だいぶまあ人がいるように見受けられますけど、さすがにねこれだけ雨降ってると中で写真撮っておられる方とかはそんなにいなさそうですね。さあ8号車16号車ともう一周回ってとりあえずガレージに出ますね。まあ今日もね、明日も午前中3時間ありますからね。そうですね、去年の第4戦みたいな形に確かになりますね。まあ本当ね、雨ですので現地の方はねちょっと風邪ひかないように、ご注意ください。まだ本当に寒いですよ。5度は寒いですよ、さすがに。しかしこの雨だと気になるのは GT300 の横浜に新しく投入されたウェットタイヤかな。そうですね、ウェットタイヤの方も新しくしている、まあ、メーカーもありますよと、ブリヂストンもそうですし、横浜も去年からパターン変えて入れてますけども、まあ雨のね、まあ今は今年は GT300 クラスだけですけど、ミシュランタイヤね、っていうところも注目ですし、まあダンロップも新しいパターン入れてたりとか、まあいろいろとテストしながらやってるみたいですので、まあ雨のレース、まあ1年通してもね、なかなかどれぐらいあるかっていうのも難しいところなんですけども、5度とか冬やん、まあ、この雨テストっていう重要性ね、これ実際問題、その実車の方にもねフィードバックされる情報とかももちろんありますので、まああのウェットテストっていうのは非常に大事なものとなってきます。はい、メーカーとしても大事ですし、もちろんチームとしても大事ですけども、まあいろいろと私たちのね実際の車のタイヤにもフィードバックされるものもありますので、まあそういった意味ではね、まあありがたいものではあるのかなと感じる部分もあります。はい、19号車ウェッツスポーツですね。ウェッツスポーツですね。雨のスポーツになってしまいますね。はい、ウェッツも今年ちょっとカラーリング変わってたりとかもねしますよね。ちょっと黄色の部分が減った感じかな。
ただサイドディフューザーというか、あのサイドのカナードのところが黄色になってたり、まあいろいろとちょっと新しくなったカラーリングで登場しております。はい、で、ではですね、まあ各、まあ、ドライバーですね、紹介をしてまいりましょうかね。記念カラーですよね。記念カラーです、そうですね。はい、3号車の方が高星選手、23号車千代選手、12号車平峰選手、19号車、栗本選手、39号車が中山選手、100号車中、山本選手、8号車が移籍してきた松下選手、14号車大島選手、16号車大津選手、17号車塚越選手、24号車松田選手、36号車坪井選手、37号車笹原選手、38号車大湯選手、64号車伊沢選手というようなラインナップとなっております。GT300 クラスは現状トップになっているのは777ですね。藤井選手、360号車に青木選手、4号車谷口選手、45号車ケイコッツリーノ選手、6号車ロベルトメリム、あ、おめ、ロベルトメリムンタン選手ですね。で、50号車フルータニ選手、31号車小高選手、7号車アラ選手、で、ウェットスポーツダンロップでスピンです。ダンロップコーナーウェッツスポーツスピンですね。回っちゃいましたね。やっぱりまだ温まってなさそうですね。はい。で、戻りまして、9号車、坂口選手、20号車、平中選手、61号車、山内選手、2号車、堤選手、5号車、塩津選手、18号車、小林選手、あれ小林選手無事に復帰した。あれ ?18、小林選手、小林選手、今走ってるんですね。で、小林選手か。あ、ごめんなさいね。小出選手と勘違いしてました。22号車、加納選手という形。まだちょっとピット出てから出てないのもありますけども、25号車、菅波選手、30号車、永井選手、48号車、飯田選手、52号車、吉田選手、56号車、佐々木選手、56号車、オリベラ選手に変わりましたね。で、65号車吉本選手、65号車篠原選手、87号車松浦選手、88号車小暮選手、96号車が新田選手というような、一応今現状のラインナップです。はい。業務連絡です。もし変更できたらまた、順位の変更をよろしくお願いいたします。聞いてるか分かりませんけど。はい。さあ、ウェッツ、先ほどちょっと回ってましたけど、一旦ガレージに入れますね。タイミングが見れない?マジで?タイミングモニターが見れない。困りましたね。タイミングモニターが、あ、本当だ。見れないですね。やっぱりアプリ版じゃないとダメなんですね。っていうことは私が更新するのか。まあしょうがないですね。スマホとかではダメ?ディスコでチョコさんいける?いや無理です。アプリ版映せないんで。危ないって言わ、危ないって言ってますね。バンドさん。危ない。危ない。そうですね。息が白い。まあ、5度ってなるとね、5度はちょっとさすがに寒すぎるかな。32、29、30、9、138、64の84、16、17、36、37かな。そう、ね、今回、ウェッツ、まあね、30周年かなというちょっと話もありましたけども。
さあ、36、4、45、6、50、62、31、7、9、10、11、12、スピンしたところがまだタイヤが温まりきらないというところです。62、あ、順位変わったな。10番手に48が入ってきたかな。48、7、9、62、18、5、25、30、56、68、17、88、96と。はい。ホームストリート、ホームストリートにデブリがある。あら。ありがとうございます。ホームストレートにデブリですか。ちょっと大変ですね。赤旗で止められたりする可能性もありますね。で、まあ先ほどのウェッツもそうですけども、やはりまだタイヤが温まりきってないよということになりますんで、まあ気温がそもそもね、富士のレースで5度って、まあ、まずありえないかなと。年間通しても5、5度はなかなかないのと、まあ、路面温度も8度ですからね、スタート時点で。いや、かなり厳しいんじゃないかなと思います。ちょっとこれ今、ガムテープかな？で、補修してるのか、あれかな？あ、あれですね。空気のこのダクト部分。まだ映ってないけど。どこのマシンかな？これで、ダクト部分のそのなんていうか空気の入り口にちょっとテープを貼って、まあ、ちょっと気温が冷却を塞いでますね。そうですね、冷却部分塞いでますね。本当はこのレーシングカーって、熱をね入れてっていうか、もちろん熱くなりすぎてもダメですので、空気で冷やすんですけども、今日はちょっとさすがに寒すぎて、逆に塞がないと、温まらないという、ちょっと普段とは逆転現象が起こってますね。さあ、こちら映ってます。38番、キーパーです。皆さん37と間違えたらダメですよ。はい。38ですね。もうウェッツと似すぎてね、ちょっと勘違いしそうですし、これ多分レース中もかなりややこしいんですけども、キーパーセルもですね、38号車です。はい、ピットに戻ってきました。あー、まあこれだけ濡れてるとな、だいぶで、なんか1コーナーでオーバーシュートしたらしいので、やっぱ温まってないんですよね。さあ、去年までドライバーを務めておりました立川雄二選手が今年は監督ということになりましたんで、さあ、まあね、前途からキーパーにも変わりました。はい、これは結構厳しそうですね。さあ、まあキーパーといえばやっぱね、トムス、キーパートムスのイメージの方がね、どうしても強いんですけど、まあ今年はセルモのメインスポンサーですよと。はい、だから久々に見た方とかはね、キーパーって聞いたら、あ、まだやってるんだと思ってね、懐かしいなって思いながら、でも号車が違うじゃねえかって、37じゃなくて38じゃねえかっていうね、ところもね、結構出てくるんじゃないかなって思ったりもしますけども。さあ、今年はね、ドライバーも引き続きね、石浦選手と今回移籍してきたのが大井選手ということで、はい、まあね、NSX からの移籍、まあ、ホンダからの移籍ということで、まあ、この、まあ、スープラにどうマッチングしていくのかっていうところもね、結構課題が多いかなって思ったりしますけども。おー、キーパー、あ、まあ、キーパーいいですよね。さあ、ジェント、まあ、ジェントもちろん変わらずスポンサーはしてますよと。キーパーバックにマサさん、雨危ないって頭振ってる。いや、もう本当にね、この雨は割と危険といいますか、まあ、どうしてもですね、
まあっていうかね、雨というかね、気温があまりにも低すぎる。まあ雨はこれぐらいの雨はレースはするので問題はないと思うんですけど、何せ気温路面温度がですね一桁台っていうのは、まあ先ほども申し上げた通り年間のレースとしてもまあほぼないに等しいです。雨が危険というよりタイヤが温まらない気温なのがね、はい、そう、気温が低すぎます。なので今回のテストはちょっとデータとして参考にできるかって言われるとかなり難しいかなと思います。もしかするとあまりちょっと車としてもなんかコース上に出せないというところで、まあ見送るチームとかもねちょっと出てきてしまっても不思議じゃないかなって思ったりもします。まあ先ほどのねウェッツみたいにそのフロントのダクトっていうかね、あの空気の入り口をちょっと塞いで、まあ寒すぎる空気をですね入れないようにっていうところをもうやっていくチームも出てくるかなと思いますけども、ちょっと気温があまりにも低すぎて一旦見合わせようというチームがですね、まあ出てきててるんじゃないかなと思います。さあ、GT500 も300もそうですね。雨もちょっと強くなっているという話で、だいぶ水煙というかね、あのウォータースクリーンですけども、まあ水舞い上がってますよね。こうあの富士のメインストレートとか出すと、フロントガラスの帯が外れた。なんだって？フロントガラスの帯が外れた？あらららららら、ちょっとトラブルですね。ね、ちょっとウォータースクリーンってね、まあその水しぶきなんですけど、これ富士のメインストレートとかですと、この看板よりもですね、水しぶきが高く上がります。はい。もちろん雨量とかにもよりますけども、あの富士だと、この看板よりも水しぶきが高く上がってくるということで、まああのね、観客席にいても風があればもうバン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 雨粒が飛んでくるというようなところもあります。張り替え作業中。なるほどね。ホームストレートの黄色のデブリはもしかするとその4号車のまあテープということかな。フロントガラスの帯。まあちょっとわからない方向けに説明すると、まあフロントガラスですね、今キーパー映ってますけども、この、まあ上の方にですね、まあボッシュって書いてます。はい、英語でボッシュって。まあこれが、まあ、要は帯です。はい、これのことを言ってます。まあこれ、まあ言ったら、シールというかテープというか、まあうわー、降ってるなー、これ。これもしかすると赤旗中断も考えられるぐらい降ってきましたね。はい、ということで、まあその、ね、帯がちょっと はぶれたと、外れて飛んでったっていうことみたいですね。モデューロ、デロイト、キーパーの3台が出てまいりました。これちょっととね、うわこれ結構危ないですよ。はい、これもしかするとちょっとねまた、この量はすごいな。これレースってなるとおそらく赤旗中断っていう判断になりそうなレベルまでちょっと雨が降ってきたように見えます。はい、現地の方もね、気をつけてくださいね。さあ、結構飛ばしてきますね。さあ、大湯選手ですね、ドライバー変えて走っていきましたけども、ちょっとコースインからだいぶ飛ばしますね。そうですね、そのレベルになるかならないかぐらいじゃないですかね、今。大湯選手、アウトラップのはずなんですけど、めちゃくちゃ踏んでますね。さあ、ダンロップコーナー。39、オーバーラン。39、伝送、はい、ホームストレートから来ました。39、1コーナーオーバーランです。飛び出しますね。
1コーナーのねブレーキングはやはりちょっと特に GT500 はね、難しいですよね。あの GT500 クラスっていうのは、まあ、一般車両にもねもう今普通についてますけども、あの ABS って言われる機能があります。で ABS っていうのは、まあ、ブレーキのロックをしないように、まあ、あのブレーキロック仕掛けたらちょっと回すというね、自動的に電子制御で、軽く回しながらブレーキングをしていく、まあ、アシストシステムになるんですけども、まあ、こちらは GT300 クラスには備わってますが、 GT500 クラスにはこの機能あのついてませんので、 GT500 はもう踏めばもうタイヤロックするというような、形になってしまうので非常にブレーキング難しいんですね。でまあ、なので、簡単にブレーキロックして、でこういう雨の状況ですとブレーキロックすると、まあ、滑っていっちゃうんですよね、はい、もう水の上を、まあ、滑っていく、まあ、あのもっと分かりやすく言えば氷の上をこうつるーっと滑っていくような、ね状態になってしまうよという危険もあるので、なかなかね雨があまり多いとですね GT500 クラスもちょっと走りたがらないっていう状況になるかなと思いますけど、今はまだ何台かね、コースインしてちょっとウェットのタイヤテストですねしているようなところではないでしょうかね。さ というところ39号車は入りますね。はい、でソピットインします。いやちょっととね、これ映像で見ててもなかなか雨量が増えてきたので、まあこれぐらいだったらまだギリギリ走れるかなっていうところですけども、うん、まあチームによってはちょっと雨が弱まるまで控えようかなとか、ああ AU 入ってきましたね。さあ電装、はい、入ってまいりました。まあ、こちらも、で、タイヤは外すかな？タイヤ外しますね。一応、タイヤの方、煙が上がってるので、それなりに温めてはいたんでしょうけど、まあ、それでもやっぱり、ちょっとね、タイヤの能力が発動しないというか、まあ、これだけの雨量になると、かなり厳しいのかなというふうには見えますね。あ、タイヤ温度測ってますね。はい、今、右前の方も、まあ、タイヤ外して確認をしておりますけども、だいぶ低いんでしょうね。去年に引き続き、ウェットコンディションですか？ありがとうございます。本日もウェットコンディションです。今年もですね。私の知る限り3年連続の富士はウェットコンディションという形になりました。なんかミクさんが脱げたって？ミクさんが脱げたってなんかちょっと言い方がいやらしいですね。はい、まあそんなことは置いておきましてですね。まあ初音ミクのそのフロントガラスのですね黄色の帯、まあ GT300 クラスをねまあ表示する。帯がどうやら外れたというか破れて飛んでったらしいです。はい、どうやらね、ちょっと珍しいですね。そこいうとこ外れるってあんまないんですけど、なんかテープが弱まったのか何なのかちょっと分かりませんが、珍しいところがポロリしちゃったのね。ね、そう、珍しいところがポロリしちゃった、言い方よ本当にね。これね、今日の午後ね模擬予選もありますけども、ちょっとこの模擬予選もなかなか波乱になりそうですね。これだけのウェットコンディションだとね。ありがとうございます。フロントがポロリしちゃってアウトアウト。はい、まあね、何も間違えてないのに何か大きな間違いがあったように聞こえる。ということで、トラブルが本線じゃなくてよかった。まあそうですね、トラブル本線じゃなくてよかったですね。ホームストレートに散らばった可能性もあるのよね。そうなんですよね。なのでまあちょっと修復したりとか、まあ今もうコース上入ってますので大丈夫かなと思いますけども、はい、で現在ですね、GT500 から見ていきますと、ベストラップですね、
ファステスト今出してるのは23号車の千代選手ですね。ニスモの23に移籍しましたけども、1分42秒394です。はい。で、2番手が3号車、こちらもニスモですけども、ニテラですね。はい、42秒728。ね、なので、23号車とはコンマ334の差ですね。ん ?334。おう。おう、33の4ですね。ね。皆さん、33の4ですって。はい。はい、あとはよろしくお願いします。なんでや、阪神。はい。3番手、12号車のチームインパルですけども、マレリーです。37号車のデロイトなんですけど、なんかテープ引っ張ってますね。なんか左フロントの金戸に引っ掛けてますね。なんだろう、これ、なんかビニールっぽいですね。なんかのビニールが引っ掛かっちゃったんですかね。はい、ということで、3番手は、チームインパルのマレリですけども、1分44秒783。トップとは2秒389、2番手との差は2秒055ということなので、まあやはり今までね、ミシュランタイヤ履いてた、まあ、今年からブリヂストンに変わった2台がちょっとペースはいいよというような形ですね。その後8号車 ALTA、39号車のデンソー、37号車のデロイト、16号車の ARTA、36号車の AU、19号車の、あ、ちゃう、24号車のコンドレーシングですね。10番手に、38号車の大井選手という感じです。まあ、10番手まで行きますとですね、1分53秒927ですので、まあ、トップから11秒533ということで、だいぶちょっとタイムギャップも広がってるのかなと思います。さあ、さて GT300 クラスはですね、777号車新規参戦チームですね、まあっていうか帰ってきたって言った方がいいですね、D ステーションのアストンマーチンですけども、こちらが1分48秒852ですので、GT300 で、500で言うと、5番手の39号車のデンソーよりも、Dステーションの方が早いです。はい、今のベストラップだけ見るとね。で、2番手360号車のこちらが、ランナップが1分50秒941、3番手4号車の初音ミク1分51秒990、4番手52号車の去年のチャンピオンカーですね、埼玉グリーンブレイブ、GR スープラですね、1分52秒173。5番手に31号車 APR の方ですけども、こちらが1分53秒986という形になってます。6番手ポノスのこちら新規車両ですね、フェラーリですけども、45号車ケイコツリーの選手、7番手9号車のパシフィックブイスポ1分56秒107、8番手50号車アネスト・イワタですね、9番手、6号車のティム・ルマンのこちらもフェラーリ、ロベルト・メリムンタン選手ですね。で、10番手に48号車の、ネコネコ GTR、 ネコネコって言った方がいいんだっけ、脱毛ですね、脱毛 GTR が10番手、のタイムを出してます。さあ、あ、納車おめでとうございますということで脱毛猫猫さあ、ちょっと雨はちょっと弱まったらしいですね。なのでここからまあね、車走らせたりとかするのかな。脱毛がコースアウト。そうですね。結局、経営は抜いてますからね。脱毛失敗ってなんだろうね。というより、車納車おめでとうございます。脱毛が抜けた。別に問題なくない？
結局抜くんだから問題なくない？まあそんな話は置いといて、どうあがいても毛をむしられる。そう、どうあがいても毛はなくなるもんですからね。はい、まあそんなような形でございます。はい、いうことで、まあちょっと30分経ちましたけども、同時視聴の方ですね、ご覧いただきまして誠にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録とですね、高評価、並びにコメントとかもね、まあちっちゃなことでも全然構いませんのでですね、ぜひやっていただけますと、助かります。よろしくお願いいたします。はい、そのようなわけでございまして、まあ、去年とやっぱちょっと打って変わったのは、見ていただけるね、こういうテストでもね、見ていただける人が非常に増えたなということで、本当ありがとうございます。今までは、まあ、公式テストとかってあんまり正直なところですね、一緒に見る方おられなかったんですけど、今年は本当ありがたいことにいろんな方に見ていただいて、本当情報を使っていただいてありがとうございます。今年も前線でにおきましてですね、スーパー GT とスーパーフォーミュラーの方も同時視聴実況していきますので、よろしくお願いいたします。であとは何か言おうとしたんですけど忘れました。何か言おうとしたけど、あ、おはようございます。ネクシスさんいらっしゃいませ。いや、前の車を抜くとかけて脱毛じゃないんですよ。単なる話題作りだそうです。なんか一応ね、その職務をやってるところね、メインスポンサーのところが実は脱毛事業もやってるということで、職務も脱毛もやってるらしくて、で、まあちょっと話題性を作るために職務から脱毛したら面白いんじゃねえかっていうような感じで変えたそうです。はい、林田氏抜くか、脱毛サロンを始めたというか、もともとあったらしいんだけど、なんかまあその戦略の変更とかね、あのメインを変えたみたいなところもあるらしいですよ。はい、そういえばいつかのやつか分かりませんが、初音ミク MG がドリフト狂気マシンに、SLS の方ですね。ちょっとどこか忘れちゃいましたけども、ちょっとドリフトマシーンの方に、なんか、買われたのではないかみたいな話出てましたね。まあ、ある意味、経営のね、そうですね。まあ、確かにそうですね、もう。結構ね、コメントっていうか、リスナーさんの方がね、面白いコメントありますからね。あ、らしいですね。抜いた方がむしろ縁起がいい名前かもしれない。まあ、どうなんでしょうね。まあ結構ね、今本当にちょっと変な話しちゃいますけど、男性でもやっぱ脱毛サロンとか行かれる方非常に多いというか増えてきているらしくて、昔はそんな男性が脱毛なんてみたいな話もあったそうなんですけど、今はなんかね、そういうのもなくて、むしろ本当に、バンバン抜けよみたいなところもあるらしいのでね。まあそういったところで言うのであれば、まあちょっと時代の流れっていうのもあるのかもしれませんね。うわぁ、黒いなぁ。わお。真っ黒だわ。ここからあれ、ホテルとかも多分見えないです。あーと、エネオス、ちょっとオーバーシュート。コースアウト。1コーナー、あー、ステモ。アステモが1コーナーで飛び出していきましたね。壁とかには当たってないので多分大丈夫かなと思いますけど、さあ、やっぱり1コーナーのね、ブレーキングで曲がれないと、まあね、これだけ路面読んでるけど、おおエネオスもやっぱ滑ってますね。曲がれない、変な明るさだな。すごい。ちょっとこれ暗くなってきましたね。お年中のセッションなかなかちょっと難しい。ちょっとね、14号車のエネオスも映ってますけど、かなりちょっとコーナリングがね、手こずってるような、マシーンがちょっと目立ちますね。
セクター3は明るくなってきましたね。ちょっと雨具も吹き飛ばしてくる。雨具も吹き飛ばしてくる。よろしくお願いします。まあスタート直後よりも、まあ、ちょっとね雨の強さは弱くはなってきましたけども、だいぶ路面が濡れてしまってますのでね。さあストレート、さあ300の56号車リアライズと、うわー見えないね、ホームストレート見えないですね。さあ1コーナー、おっとリアライズの方が前ですよ。1コーナーちょっとエネオスを抑えたのかな、さっきちょっと飛び出したんで。まあね、GT300 クラスはですね、先ほども言ったと、おお、何してるんだ、何してるんだ、これ、56号車は、これ、オリベイラ選手ですね。ああ、やっぱり。やっぱり。はい。300と争うなよ。300と争ってます。300の56号車は、オリベイラ選手でした。いやー。やっぱそのね、やっぱ ABS ついてますからね。JP なら仕方がない。JP なら仕方ないですね。オリベイラさん。はい、オリベイラさんです。まあなんか納得しますよね。なんかね、オリベイラ選手だったらやるかみたいな。はい、こちら37号車のデロイトトムスですね。今ドライブしているのは37は笹原右京選手ですね、がドライブしております。まあこちら去年とまあラインナップは変わらずというような感じにはなってますね。さあ1、あーちょっと飛び出し気味でしたね。一応耐えましたけど結構危なかったですね。気にしてなかったけどレオン上がってね。レオンね上がってます。300の方がタイヤが細くて車体が重いから、レオンが上がってきておりますね。はい、300の方がタイヤ細くて体重、車体が重いからウェットだと500で張り合える。そうですね、ホッピー走ってる。お、いよいよシェイクダウン、シェイクダウンしてますね。菅波選手が走ってますね。まあ、また映像の方でもね、後ほどピックアップされるかなと思います。さあ、ということで、ミクが下がってく。まあまあ、ウェットなんでね、そこまで気にしなくてもいいとは思いますけど。おっと、8号車もこれ1号車飛び出しですね。これなんかシビックの方があれなのかな、空力的にちょっと1コーナー厳しいのかな。さあデロイト戻ってきました。ちょっと最初の立ち上がりでふらついた。あら、8号車1コーナーちょっとだけ飛び出した。8号車飛び出します。さあ、まあ30、あ、ごめんなさいね、37号車ってラインナップ変わらないって言いましたけど、ラインナップ変わってますね。監督がミハイル・クルム監督に変わりましたね。ね、今まで2、3年、やってたんですけども、今年はなんとデロイト・トムスの監督ということで、ここが変わってます。失礼いたしました。さあ。まあ、トムスね、去年は36号車が、まあ、チャンピオンカーということで、なりましたけども、まあ、その流れを、まあ、37号車も引き継げるかどうかっていうところがね、注目な部分にはなってくるかなと思います。だトムス1、2みたいですね。トムス1、2、去年はニスも1、2はありましたけど、今年はトムス1、2が見てみたいっていうような方も多いんじゃないかなと思います。さあ、来てる来てる。おほほ、ダンロップのもうなかなか厳しそうですね。まあこれぐらいの雨量、そうだな、監督やることになりますね。そうですね、古巣のトムスの監督という形になります。
500で完全に体勢変わってないのは、インパルと電装だけか。インパルと電装、そうですね、インパルと電装だけになるかな。そうだね、完全にっていう意味で言うとそうなるのかもしれません。100は100、ああごめんなさい、100もだね。ありがとうございます。100もですね。あ、100もか。300スバルいなくね。300のスバルがいない。61号車はいや、いますよ、スバルいますよ。一応タイミングモニター上も出てるので、今22番手タイムです。さあデロイト、さあ、あれこれタイミングモニターとなんか情報が違うのかな。一応ホッピー派21日のスポーツ走行がシェイクダウンらしい。あ、だからシェイクダウンは終えてるんですね。あ、なるほどね。え？うん、順位違うよ。こっちでね、見ると、今ちょっと300クラス見ていきますけども、777、56に今変わったけど、56、6、60、65、2、52、360、18、4。結構復活しましたね。っていうようなラインナップになってる。で、11番手が88、31、48、45、9、50。あ、なので、そうだね、それで今、ほぼ、あの最新情報になったかな。あ、またあの2番手が変わりました。56と6が入れ替わりましたね。6号車のベロレックスフェラーリ296が2番手で、リアライズが3番手。まあそのような形でね、だいぶ更新が早くて追いついてないだけだね。あ、そういうことね。あっと、ほほ、なるほどなるほど。まあ後ほどちょっとまたご説明しますけども、はい、こんちょこです。ホッピーの調子はですね、今のところは20番手。まあ今先ほどから走り始めたので、まあでもそんな大きなトラブルなく走ってるんじゃないかなと思います。まあこれからタイム上げていくんじゃないかなっていう。500の36号車は相変わらず強いね。そうですね、36変わらずいいペース出してますよね。まあ去年のチャンピオンカーとして、まあね、だいぶ自信を持って、まあ、走れてるんじゃないかなっていう気はします。さあ、お、前にポノス。さあ、雨は弱まってきてそうで、ちょっとね、最終コーナー側もちょっと明るくなってきたかな。さあ、まあでもまだ暗いですね。先ほどよりはだいぶマシになりましたけど。さあ、GT500 は現状今ね、36号車の AU がトップタイム。背後の雲が黒いのが気味悪いっすね。で、GT300 クラスがね、なんか トップの取り合い合戦みたいになってて、今777、56で3番手にアップガレージが入ってきてます。うん、なかなかね本当にラップタイムの更新が目まぐるしく行われている状況です。画面乾いてきたのか。うん、ちょっとずつ良くなってきて、来たんでしょうね。だいぶ、まあ、GT500 もペースを上げてきているような形になってます。はい、先ほどまあね、 GT300 クラスの方が速いなんて言ってましたけども、今 GT500 は38秒台とかで走ってますっていうか、au がなんか2秒ほど早いんですけど、
au が2秒速くて38秒台、2番手がエネオスですけど40秒116というような形になってます。1コーナー側が明るいし雨がマシになったのか。そうですね、雨マシになったのと車も走ってる台数が多いので、まあレコードラインが徐々にあれですかね、路面状況が良くなってきたのかなと思います。さあメインストレート、めちゃくちゃまだこう水しぶきは上がってます。36号車今年もね早いですからね。ドライバーもね去年の宮田理智選手から、まあ、山下選手に変わりましたよということで、まあ、山下選手もね早いドライバーなんですよ。ちょっとなかなかね運が良くなくて厳しいところもあったんですけども、今年は au なので、まあチャンピオンチームっていうこともありますからね、かなりこのね自分の実力としっかり車がマッチすれば今年もかなり手強いチームになるんじゃないかなと思います。さあこれもまたね、藤波選手、そうですね、マッハ号ですね、5号車に今年乗ることになっております。で、まあ1年間乗ってないっていうのはありますけども、ずっと日産の方で帯同してたんですよね。だから、こう、レース場には来てたということですので、まあGT300 クラスで、また、サイトライということで、まあマッハのからなので、まあ車がね、だいぶ変わりますけども、まあ1年間ちょっと外から見てきて景色っていうのはねしっかりと活かせる部分も多いんじゃないかなと思います。まあその走りに期待ですね。はい、さあ36号車はこのままピットインしますね。アップガレージのテスト走行だけの大制覇、小林隆史選手、三井雄介選手です。はい、ありがとうございます。矢印100号車の牧野選手の代役に行ってます。岡山の開幕戦の雨は、いやまだわからないんですよね。結局4月ですからね、開幕戦でも全然、去年とかもね大雨降って氷が降って赤旗中断して、っていうかなり波乱な展開でしたので、今年も雨が降る可能性っていうのは十分に考えられるんじゃないかなと思います。マッハが去年からトラブル続きなのは、そうですね。お、あ、おー、壁に、おー、吉武エンジニアの誕生日でなんかデコレーションされてる。エンジニアの誕生日を盛大に祝われてますね。あ、奥に今映った方かな。はい。なんかやりにくそうだな。お祝い席になってる。ねえ、さすが。いやでもこういうの大事だったりするんですよね。まあまあよく準備しましたよねこれね。なんかすごい。あー。まあでもこういうね、チームの雰囲気作りって非常に大事なところもありますので、去年チャンピオン取った、まあ流れと、岡山テストでもね、非常に順調で、ベストロータイム出してたこともありますんでね、まあそこを考えるとやっぱり、チームの雰囲気と、まあその、しっかりと結果と結びついている分、非常に調子がいいんじゃないかなと思います。和やかな職場作りでいいですね。いいですよね。お。ジローさん、なんか10月16日が誕生日らしいです。今思い出した。今日までか脱毛から。ねえ、まあ、別にいらない情報だと思いますけども、私の誕生日は6月10日です。はい。私はデビュー日が5月の22日で、
誕生日が6月10日なのでデビュー日と誕生日が非常に近いんです。はい、ということで、お見知りおきようぐらいな気持ちで。さあ、ミハイル・クルム監督が、ちょっとカメラにちょっとね、アピールしていただきましたね。さあ。36号車は、これは今、タイヤチェックですね。ミハイル・クルムさんは監督が初めて。まあドライバーと監督って結構ね、やっぱやることとかも全然違ったりするんですけど、まあ実際ね、ドライバー経験っていうのは非常に生きる部分も多くありましてですね、ドライバーから監督なんて結構多いじゃないですか。今年もね、38位のね、セルモもそうですし、あとドライバーで言ったら近藤監督もそうですからね、もともとドライバーですからね。ARTA もそうですね。はい、でやっぱりドライバーから監督になって、そのドライバーの気持ちが分かるからこその、まあいろんなアドバイスとかね、指示の出し方っていうことがね、できるのはやっぱ大きな、メリットなんじゃないかなと思います。そう、ドライバーがうまいければ監督がうまいわけではないです。でも活かせる部分は非常に多いです。さあ、先ほどピットに入ってました AU が再び出てまいりました。GT300 クラスは目まぐるしくですね、トップタイムが変わっておりましてですね、今56号車のリアライズがトップタイムをマークしております。45秒255。2番手が777号車の D ステーションですね、45秒527。56号車とコンマ272、3番手に61号車のスバルが上がってきてます、46秒239。4番手がレオン65号車ですけども、46秒249。5番手に18号、今変わりまして、4番手に、ケイコッツリーの選手が入ってきて46秒045。で3番手にレオンが上がりました。レオンのタイムが45秒785でタイム更新なので、目まぐるしくですね、300クラスですね、タイム更新が行われています。500クラスはというと、23号車のニスモですが、千代選手が上がってきまして、37秒472。2番手に36の AU ですね、38秒071。3番手は17号車ですね、アステモが38秒550と上がってきてます。さあ、モデューロはドライバー変えるのかな。さあ、まあモデューロのカラーが結構ね、DTM とか海外系のカラーリングにちょっとね、似てるのかなというか、イメージ的にはね、なってるんじゃないかなって思ったりしますけども。64号車。上にもでっかく64。元がフォードアなので、後ろのね、リアガラス部分ですね、のところにも64と、かなりでかくね、見ている側には非常に優しいカラーリングになってます。はい。モデューロ GT500 クラス唯一のダンロップタイヤですね。さあ、これでエンジン入りましたね。熱入りまして、まあモデューロこれから出てくるかなと。わかりやすい64。わかりやすい64です。さあ、今年はね、 NSX から変わって、シビックタイプ R ということで、まあ今のその GT500 クラスの元の車両は結構ね、
私たちでも手が入れることができる価格帯になりましたよね。正直ね、今まではね NSX GTR で LC500 ね、まあレクサス時代だと LC500 とかでしたから、まあまず手が届かない金額帯だったんですよね。それが今では Z シビックタイプ R で、スープラということで、ね、一応手が届く価格帯までなんかね、なってきましたよね、スポーツカーもね。お、大草選手です。64号車、今年のドライバーです。GTR 乗ってたんですけどね。GTR からまさかのホンダに移籍というような形になりましたよね。さあ。まあ、でも、大草選手はね、GT300 のデビュー戦からかなり私の中でも注目しているドライバーでして、まあ非常にやっぱ、勢いのあるというか、勢いとしっかりと冷静さを兼ね備えたドライバーだなーなんて見てたんですけども、まあそれがね、しっかり結果を残したおかげで、今回、GT500 のドライバーに昇格という形になりました。まあなかなかね、300から500のステップアップって、年月かかったりとかね、したりもすること多いんですけども、こう結構トントン拍子で来てるのでね、ここで GT500 で結果を残せるかどうかっていうところがね、非常に注目なポイントになってくるんじゃないかなと思います。まあ、今年からね、予選の方がですね、タイム合算式ということになりましたんで、まあまたね、お昼に、説明はさせていただきますけども、ルーキードライバーの走る機会が増えたわけですよ。今までは Q1 で落ちてしまうとですね、Q2 走れないっていうことで、どうしてもドライバーの、経験っていうところにおいては、まあ、かなり有利不利みたいなのが出てたんですけども、今年はね、前代走れる、2回走るタイミングがある。まあ、予選日も、基本的には2人ともドライバーが走るタイミングがあるということで、そういった意味ではですね、業界全体の育成という部分においては非常にいい、試みなんじゃないかな、なんて思ってます。その辺ね、やっぱね、この人応援しに来たのに、Q2 で出れなくて走れないから、走り見れないじゃん、なんていうことがね、今まであったんですけども、まあそれが今年は全然ないので、まあそういった意味では、まあファンとしてはね、嬉しい部分もあるんじゃないかなと思います。さあ、モデューロ、ピックアップされてます。まあワイパーが動いているのでまだ雨の方はちょっと降ってるのかなという感じしますけども、まあ開始当初からはだいぶ収まってきたのかなっていう風にも見えますね。ここでだいたい1時間が経とうとしております。まだ1時間ですよ。あと2時間あります。はい、あと2時間ございます。皆さん最初よりも水煙がだいぶ少なくなりましたね。そうですね、水煙はだいぶ少なくなってきまして、レコードラインもちょっと判別ができる部分も出てきたんじゃないですかね。なんかレコードライン、ちょっと見え始めてますね、ところどころ。さあダンロップコーナー、まあセクター3ね、テクニカルですからね、セクター3結構ね、やっぱ雨量とか多いとこの辺りでスピンとかも非常に多かったりもするんですけども、今日のところはまあちょっとオーバーシュートとかね、飛び出しはあるものの、まあなんかスピンしてまあクラッシュみたいなことも今のところはないので、まあ各メーカー非常に慎重に走ってるのかなっていう気はしますね。300思ったよりもミシュラン圧倒じゃないのが意外。そうですね、ミシュラン勢がまだちょっとタイム出せてないのか、あまり上がってこないですね。公式のタイミングページ全然見れない。わら。公式のタイミングページは見れない。アプリなら見れます。はい。まあテス
ットなのでっていうのと、もしかするとなんかあの制限かけてるのかもしれないし、ちょっと分かんないですね。さあモジュール、さあモジュールを走ってますけど、まあでも順調そうですね。本線も見れないならかなりまずい。まあ、大きなトラブルもなく、本線も見れないならまずい。初音ミク20くらいあたりにいます。そうですね、初音ミク21番手タイムですね今。まあタイミングモニターを自宅で楽しむ場合はもうアプリを変えということですね。アプリの方はもうあの公式から出てるやつですので、まあ大きなトラブル等はないのかなと。ここに来て横浜のペースが上がってきたな。で公式というかライブタイミングをこうネット上で見れるところが実はあるんですけど、まあそこ実際公式じゃないんですよ。あれ公式じゃないので、まあ今まで割と普通に動いてましたけども、見れましたけども、もしかしたら制限がかかる可能性はあるかもしれませんね。ちょっとその辺はまあそもそもどこが管理してるのかも分かんないんでね。ウエスポ2番主題、お9号車が2番手に上がってきました。パシフィックウエスポ AMG、ドライバーは富林選手ですね。45秒035ということでタイム上がってきましたね。富林さんが爆速だ。爆速ですね。あの AMG で富士ってね、あの GT7 とかでも走れますから、元 GT7 チャンピオンですからね。はい。ですのでやっぱりそこはね、シミュレーションとかでね、しっかりとイメージトレーニングとかもできてるんじゃないかなと思います。さ あ, スタンレー100号車の方ですね。スタンレー、スタンレーは今はね、あのテストカラーですね。はい、テストカラーで走ってます。さあ、牧野選手がね、今回参加ということで、その代わりに現在そうですけども、今山本直樹選手の表記になってるけども、1コーナーちょっと飛び出しましたね。で、小出選手がね、代わりにドライブを、まあ、第3ドライバーとして、登録されてます。はい。さあ、新型 AMG GT3 は2025年か6年じゃなかったでしたっけ。ちょっと私も詳しいこと分かってないんですけども。さあ、さあ小出選手が今回ね、だから今これトランスポーターを変えてないから、今ドライブしてるのはやっぱ小出選手なんですね。で、山本直樹選手は去年の怪我から復帰して、スーパーフォーミュラーでは表彰台獲得と、まあ見事な復活を遂げたわけで、で、まあ岡山テストもね、非常に順調だったっていうところもありますので、本当に完全復活が、見えてきてるのかなというか、もう完全にでも、なんか、言葉が絡まってますけど、完全に復活したんじゃないかなと思います。まあ、むしろ復活してさらに早くなったみたいなね、ところもありますよね。もしかしたらミクさんアムゲボも今年か来年に引退で新型に行こうかな。そうだね、もしかすると MG エボ、新型車両出たら買える可能性ありますね。小池選手もいきなりのね GT500 ですからね。しかも雨ですもんね。
まあやっぱりこういうところでな、GT300 クラスのねドライバーがチャンスを得られるっていうのは非常に良くなりましたよね。今年はリザーブドライバー制度っていうところもね、しっかりとルール決めをされたっていうところもありますので、まあなんか万が一ね、起こった時にすぐにドライバー変えて、まあチームとして走らせることができるっていうのはね、非常に大きな意味を持つんじゃないかなと思います。さあ、まあこのコンディションでいきなり500走ではなかなか酷ですけどね、さすがに。でも今のところはまあ多少オーバーシュートとはあるものの、順調に小出選手走れてるそうなので、まあそれはそれでいいのかなっていう気はしますね。まあ慣れ、先ほど山本直樹選手のインタビューもありましたけど、慣れてもらうっていうのは非常に大事なことかなと思うんで、まあそれを見るとなかなか今のところは調子よく走れてるんじゃないかなと。さあ、スタンレーのねブラックカラーもなかなかかっこいいですよね、これも。まあ、毎年スタンレーはねかっこいいイメージありますけど、さあこの雨ね、雨の富士か。ね、GT7 とかね持っておられる方はね、ぜひ、走らせてみてほしいんですけども、めちゃくちゃ難しいですからね。ABS 切って、トラコンとかも切って、ぜひ GT500 クラス、まあグループ通過ですね、GT7 内でいうグループ通過でぜひね、雨設定して走ってみてください。まともに走れません。はい、そんな感じで、まあ、ちょっとねそういった実際のコンディションに近い、まあ、再現コースをね走ってみるのもいいんじゃないかなと思います。さて、ね、まだ2時間ありますよ皆さん。やっぱりねこのテストの時ってね、何を隠そう話題がねなかなか尽きてくるわけで。皆さんのご協力もね、コメントの方でご協力もいただきながら、いろいろと教えていただけたらありがたいななんて思いますけども。武藤選手がなんとスタンレーにいるという情報を、ありがとうございます。以前もね、ARTA で走っていましたけども、今は、スーパー GT としては引退して、まあ、別のね、カテゴリーで確か走ってるんじゃなかったかな。ちょっと私も詳しいところは覚えてないんですけども、まあそういった形でスタンレーに入っているということで、まあそれはまたちょっと面白いですね。まあ同じ本田系チームですから、まあそういったところで裏方として、いろいろなアドバイスを出しているのかもしれませんね。はあ。ああ。GT500 クラス、スタンデー耐久でシビックに乗ってるような、耐久でシビックに乗ってるんだ。あ、なるほどね。じゃあある意味シビックについてはプロフェッショナルなわけですね、いわば。それはちょっといろんなアドバイスできそうですね。まあ GT500 とね、もちろんその耐久車両と全然違うには違うんですけど、まあ同じデータ共有できるところもあるかなと思うんで。さあ、スタンデーピットに入りますね。はい、入ります。で、まあそんなね、ことでございまして。まあ去年はね、全部私一人で同時視聴実況やってたんですけど、今年はちょっとね、スタイル変えようということで、まあゲストの方をね、お呼びをして、まあ、ね、ゆっくりと喋りながらなんていう形で、まあ、岡山のテストの方ではさせていただきました。まあ、ゲストに来ていただいたね、方とかも本当ありがとうございました。まあ、今回もね、第4セッション、明日の午後のセッションに関してはですね、ゲストをお呼びして、まあ、二人で喋っていこうかななんて思ってますけども、今回ね、
実はねゲストにちょっとお声掛けさせていただいた方何名かおられるんですけど、ちょっとどうしてもね都合が合わずですね、今回ちょっとお断りということで、まあぜひね他の機会でねぜひよければね、まあちょっとコラボさせていただけたらななんて思ってる方が何名かおられますけども、うん、まあちょっとねゲストというかそもそもこういうスーパー GT を見ている VTuber っていうのがね難しいというかね少ないので、スーパー GT をまあ知ってるとか、まあ車が好きだっていう VTuber さんって探すと本当にもう数えるぐらいしかいなくてですね、まあ、特にこうやって同時視聴実況なんてやってる方なんて本当限られてますから、まあ本当に私も最初ね普通のゲーム実況者として入ってきてましたんで、まあ、そこからねこういうモータースポーツ関連の同時視聴実況ですね、実況やり始めて、まあ、非常に何というかねありがたいことにね視聴者さんもかなり増えてね、本番のレースとかでもね、なかなか珍しいというか、見られないであろう、同節1000人超えとかもね、ちょっと私としても本当びっくりしてたんですけど、いろいろとね、応援のおかげでここまでやってこれてるよというところなんですけど、もっとやっぱね、まあ、今年とかだとスーパーフォーミュラーの方とかでね、女性ドライバー、日本人女性ドライバーということで、ジジュ選手、がドライブしてる関係もあって非常に盛り上がってることなのでね、スーパー GT もね30周年ということで新しいお客さんとかもねいろいろと入って盛り上がってもらえればなというふうに思ってますんでね、まあそのお手伝いかなんかできたらななんて思ってはいますけども、まあ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 そのモータースポーツ系のなんかねやってる方希少ですし、まあ、F1 のね同時視聴とかやっておられる方もまあいますけども、やっぱねいろいろと大変なんですよね F1 とかは。なんかちょっとしたことでね権利めちゃくちゃ突っ込まれちゃうんで、まあしょうがないんですけど、それはまあそらね著作権とかもありますんで、まあまあ結構厳しいと、うん、いうところはありますけどね。なのでスーパー GT はまだちょっと緩い方なのかなって思うと、まあ、まだ助かってる部分もありますけども、さあアステモですね。やっぱねホンダ系のチームねどうしてもね NSX って口走りがちなんですよね。ちょっと今年気をつけないといけないですね。ん？ウェッツ？ウェッツが、ウェッツはどうしたのかな ?40 秒647。20周目だから、ああ、でもなんかペース上がってないのかな？なんかタイヤの、全然順位上がらない。順位上がんないですね。あれかな？タイヤの、パターン変えてるのかな？横浜タイヤちょっと苦労してますね。さあアステモ、リアライズとの差が激しい、うん、リアライズとの差が激しいですね。まあタイヤのコンパウンドとかが違うのかもしれませんね。まあ横浜タイヤもなかなかねドライでも苦労してますんで、なかなかこう GT500 は今年はもうブリヂストン一択なんじゃないかみたいな話もありますからね。さあ17号車、17号車はカラーリングあんまり変わりませんね今年ね。今までのその NSX のカラーリングをほぼベースで今年のカラーリング作ってるみたいな感じかな。さあ、お、22号車。
今22号車誰が乗ってるのかな。22は、あ、加納選手ですね。22号車 RQ ズ V スポー早いですね。富林選手が飛ばしてますね。今現在トップタイム44秒003です。で、2番手に本島選手ですね。88号車のランボルギーニ。44秒179。コンマ176秒差ですね。で、3番手にチームロマンの赤いフェラーリですね。はい、赤いフェラーリ。片山選手走ってますけども、44秒589。っていうようなタイムにはなってます。さあということで、あと残り1時間45分ということで、まあ、だいぶ路面は乾き始めてるのですかね、これは。まあところどころ先ほどからね、まあ走って、まあ、車走ってる台数がですね、まあ多いので、まあ、水を吹き飛ばしているっていうところでね、ちょっと乾き気味な部分も出てきていますけども。まあ、こう、ただまだね、ワイパーが動いてますので、雨自体は降ってるのかなと。だから乾ききらないから、ちょっとコンディションとしては微妙なのかなっていう感じですね。さあ、こちら最終、あ、じゃないわ。ここ、あれか、セクター1、2ですね。はい。ダンロップコーナーのところですね。ダンロップ前とかはちょっとまだ水しぶき上がりますんで、乾ききってないですね。さあ、今のところは、本当順調に走ってますし、まあ、先日のね、岡山でちょっとエンジンブローを起こりました38号車ですね。の方も今のところは大きなトラブルなく走ってるのかなという気はしますね。さあ、各メーカーというか各チーム、まあテストメニューをしっかりと今のところは、まあウェットですけどもこなせているのかなという状況ですね。さあ、このメインストレートをね、もし現地で見ているお客さんとか、おられたらあれですけども、本当にね、よく見えるんですよ、この空気の流れが。この雨のね、いいところはね、その空気の流れがね、わかるんですよ。水しぶきで。水しぶき上がって、その、ね、車の後ろに流れる空気っていうのが結構見えてくるので、まあ、そこちょっとね、楽しむっていうのもね、非常にいいんじゃないかなと思います。今ちょっと後ろの方で64号車が1コーナー飛び出してましたね。レーダー見ると雨雲はかなり抜けてきてるみたいです。あ、なるほど。ありがとうございます。今初音ミク見えましたけど、初音ミクの黄色のテープ全部剥がしましたね久々に映りましたけど、まあ、今回前半の方でね、なんか黄色のテープが飛んだみたいな、破れたっていう話がありましたけど、もう外したようですね。こちら、現在映ってますのは16号車の方の ARTA 黒い方です。はい、まあ夜とかいろいろ言われたりしますけども、黒い方の ARTA、 まあ元はねレッドブルーでしたからね。おーおーおーおおお、セクター3ちょっとこれ滑ってましたけども、大丈夫そうでしたかね、暴れてましたけども。さあ、黒い ARTA、 グッスマのとこも外れてたんよな、わら、グッスマのところも外れてた。さあ、 ARTAもうピット入りますね、16号車。現地ではないんですが、はい、雪降ってます。雪降ってます。おお、大変だ。雪ね、このまあ3月のもうほぼ末っていうところですけども、雪降るんですよね、近年で。気がついたら春が終わってて、なんかめちゃくちゃ暑くなるっていうね、最近の、慣れない気候だったりしますけども、ARTA はこのまま斜めピットですね。
はい、前アステも言いましたんで、斜めピットで入れてガレージに入れるかな。はい、いらっしゃいませ。こんにちは、いらっしゃいます。ありがとうございます。さあ、ARTA16 号車、あ、そう、あの ARTA のピット、あのデジタルサイネージをどうやら採用したらしく、まあ今ちょっと画面映ってないですけども、あの映像がね切り替わる。あのパネルをですね、用意したらしいんで、もし現地でピットウォークとか、行かれる方はその辺もね、見てはいかがでしょうか。あ、タイヤ変えますね。ブリヂストンの新しいタイヤパターンのレインタイヤ入れましたね。お、佐藤蓮選手映ってますね。これから多分ドライバー変えて乗るのかな。さあ、うん、さあこちらの16号車の ARTA は、そうですね、新しいタイヤパターンのウェットタイヤを入れて、おこのライトのさ、上流れるじゃないですか、これ結構いいですよね。あの NSX の時代からありましたけど、このライトのこう流れるライト、これかっこいいですよね。うん、なんかなんでしょう、今この状態で見るとなんか目みたいに見えるね。 GT300 の GTR 派岡山では沈んでたのに、富士になると調子派良さそうですね。なんかあの黒い目みたいになってるのが非常にかっこいいですね、これね。なんか車のねフロントから見るとすごい顔みたいに見えるなんてよく言われますけども、それがなんか顕著に出てますよね。さあ、その16号車が出てまいりました。はい、出てきましたね、16号車。さあ、今年富士はそうですけど3時間の耐久レースもありますから、朝からホルモンとビールいただきながら配信見てます、ジョッキー。耐久レースっていうところで見てもね、まあロングランっていうところもね、非常に重要な部分にはなってくるんじゃないかなと思います。さあ16号車が出てまいりました。早めの昼ご飯行ってる間に離席してたら富林さん早いな。そうですね、調子いいですね、富林選手。 AMG ですね。はい、やっぱあれなのかな、ね、GT7 にも収録されてるんでね、AMG。なんだろう、走りやすいのかな、もしかすると。これで選手層エア、初めてのブリヂストンよね。あー、そうだね。アップガレージがそもそも、ある意味他のチームの18号車っていうと、アップガレージ、アップガレージ18号車、あ、そうだね、横浜なのでそこからブリヂストンタイヤ、そうですね、初めてになりますね、横浜。そうですね、 ありがとうございます。そう、確かに他のチームの売り込みにもなる。そうですね、だ本当は早いんだけど、やっぱ車との相性ももちろんあるかなと思うので、まあ今回な、今のところテストですけどね、まあウェットコンディションでもあるんですけど、まあ今のところはしっかりと車のパフォーマンスも引き出せてて非常にいいんじゃないかなと思います。去年もまあ岡山のね、初戦の予選も V スポは早かったですから、残念ながら決勝ねクラッシュしてしまいましたけども、まあそういうところを見るとやっぱね、V スポの方もかなり今後上がってきて、まあ上がってきそうなチームということで、おーっと ARTA の旗、これで選手に無線出したら1コーナー飛び出したらしい。旗打ってますね、この雨の中。さあ無限と ARTA と HRC の旗が見えますけども、もう毎年ねこの旗の応援団も大変ですよね、毎週毎週車来たら旗振るんですよね。え、結構体力仕事なんですよね。
いいね。ああいうなんかああいう応援団ね、憧れますよね。まあ我がね、あのフォアチョコレーシングもね、まあ今年もなんか多分大会とか出れたら出たいななんて思ってますけど、あのぜひ応援はあのファンアートとかでね、はい、ファンアートとかもしよければ。でファンアートってまあ例えばあのブースとかまあそういったところで、まあ、お願いをするっていうのも一つの手段なんですよね。実は自分で書けないなら頼んじゃいみたいなね、あの結構ね他の VTuber さんのそのファンアートを書いてもらいましたみたいなこともねよくありますんで、おーっと1台なんか飛び出していったぞ。 130R?300 クラスかな。ちょっと何が飛び出していったか分かんなかったですけど、うん、 130R だった気がしますね。うん、ちゃう、 130R じゃねえな、違う、富士は100は、え、ちょっと待て、あの私ちゃんとね、あのコース図用意してるんですよ、ごめんなさいね。 100R ですね。あの 130R は鈴鹿ですね。あのねよく間違うんですよこれ、富士の 100R と鈴鹿の 130R ね。そう、グリーンファイトね。そう、ごめんなさいね、私結構そこね間違いがちなので、間違ってたら気にせず指摘してください。なんせ一人でやってるもんですから、間違ってるって気づかないときは気づかないですので、ぜひね、そういった指摘はね、気にせずやっていただいて構いませんので、よろしくお願いいたします。さあ、そのような形で、はい、今のところ、セッションは、残り1時間半という、ようやく半分ですかね。というところになってきましたけども、そう、鈴鹿 200R もあるしね、オートプリスも 300R あるでしょ。だからねややこしいんですよ、なんかなかなかこう覚えきれないところがあるので、ごめんなさいね、間違ってたら気にせず指摘していただいて大丈夫でございますので、はい。まあ、ということで、ちょっと話戻しますけど、ホワチョコ応援団ね。ホワチョコ応援団は HCR ですから、ホワイトの、あれはね、W って思われがちなんですけども、白の意味のね、W って思われがちなんですけども、実は残念ながらですね、ローマ字打ちなので、H が頭文字なんですね。で、チョコはね、普通に、チョコレートのチョコなので、C なんですけど、H だけね、よく W と間違われて、WCR なんて言われたりもしますけども、正式名称は HCR ですんでね、はい。まあ、ある意味、海外の方とかだったらよく間違うんじゃないかな。海外の方は間違えるかなって思う。見てじゃなくてホワイトね。そう。そうなんですよ。これなんでかって、まあ、この場で話するのもあれなんですけど、私、これ、ホワイトチョコっていう名前をそもそもね、命名したのがですね、約20年前ですんで、はい、約20年前にですね、この名前を命名しましてですね、その際にローマ字打ちしか私、できなかったんですよ。だからホワイトって私綴り書けなくて、だからわざわざ HOWAI、ホワイトだから ITO って言ってたんですよ。それでホワイトって言ってました。まあということで、その名残がですね残ってます。本当はチョコも、チョコレートのチョコ ではなくて、TI チョコだから、TILYOKO なんですよ。もう完全なローマ字打ちね。
しかもちっちゃいあの世に関しては LYO ですよ。 LYO 単独のちっちゃい世を打つ、まああの腸とかね、あの皆さんだったら多分ね、あの打つと思うので、もうちょっと打ち方違うんですけど、私はそういう打ち方ができませんでしたので、はい、まあその本当はねそういう名前ですが、さすがにチョコに関しては海外の方にめちゃくちゃ誤解されちゃうんですよね。うん、なので、チョコレートのチョコに、改めました。はい、まあ旧ツイッターの X とかではですね、実はその ID に名残が残ってますので、なんでそんなな、なんだろう、変な打ち方してるんだろうって思われた方はですね、20年前に命名した名前ですのでね、もう、その辺、まあ、子供ガキだったということで。はい。当時はね、あれですよ。当時はね、英語の授業とかもなかったもんですから、ローマ留置なんてもう、自力で頑張ってやってたようなところでもありますので、自力で覚えたところもあるので、まあ、その名残ですよって思ってもらえればいいかなと思います。はい。まあ、そのような形で。なので、まあ、戻りますけども、HCR ということで、まあ、ホンダレーシングと間違われやすいですね。はい。ホンダの方は HRC ですからね。ホンダ、レーシングチームかな？はい。なので、よく誤解されるというか、間違われる、ちょっとね、ことなので、まあちょっとね、皆さんも気をつけていただけたらなと思います。わざとではありません。こう、似せたわけではありません。気がついたらそうなってただけです。はい。まあ、WCR に変えてしまうとさ、トイレみたいじゃん。あと言えばね、WCR でもいいのかなって思ったんですけど、もうこの際、ホワイトチョコも。レーシング、コアポラチオン。あー、コーポレーションか。あー、ありがとうございます。正式名称、コーポレーションですね。はい。ごめんなさい、訂正いただきまして、ありがとうございます。だから、ホワチョコレーシングに、を WCR にするとなんかトイレみたいでやったなーと思って、ホワイトだけ、まあ、ローマ字打ちを残したというような形です。そうだ、ちゃんとね、名前の方もホワイトのホワイトチョコのホワイトは H から始まってますからね。ウクアだと今度ハワクとかぶるという。あ、そうそうそう、 HCR だとそうなんですよね。HCR じゃない、WCR だと、そう、WRC と被るっていうのもあるので、なんとも、どっちに転んでもしょうがない。どっちに転んでもね、何かしらと似てしまうっていうね、悲しい現実があるので、まあ、HCR でいいんじゃないかなっていう気はしますね。はい。ということで、まあ、1時間30分切ってまいりました。このセッション1のテストですね。同時視聴実況の方、皆さんお越しいただきまして、誠にありがとうございます。はい。ぜひよろしければ、高評価、チャンネル登録の方もね、よろしくお願いいたします。チャンネル登録がですね、もうすぐ4070に行きそうですね。もうすぐ70人になりそうです。もうやっぱね、この GT、特に本当に GT の同時視聴実況始めてからチャンネル登録も非常に増えましてですね。まあここまで来ましたよと。まあまだ4000人とはいえ、ね、毎戦ね、非常に多くの方にチャンネル登録、まあ新規の方にね、登録していただいてて、本当ありがたい限りだなって思います。ちなみに、まあちなみにね、なんですけど、このチャンネルを見ていただいている視聴者さんのデータっていうのがあって、このチャンネルを見ているね、今現状のね、この1ヶ月だから、スーパーフォーミュラの第1戦が入った状態のまあこのチャンネルの視聴者層っていうのは、あ、はい、了解です。視聴者層っていうのは、女性が 3%、男性が 97% です。はい。まあ、ほぼ男性ですね。
はい、3% いるだけありがたいななんて思ってますけども、多分ね現地の情報収集目当てにつないでいただいてたりとかね。 3% いるのか。 3% います。 3% でこれを年齢別にしますとですね、13歳から17歳っていうのが 1.5% で、18歳から24歳が 5.3%、25歳から34歳が 9%、 35歳から44歳が 7.8%、45歳から54歳がなんと 28.4%、 そして、55歳から64歳がなんと 32.3%、 65歳以上が 15.9% です。くっそ高いんですよね。ありがとうございます本当、ね、私の年齢からしますとですね、なんとね、なんかまあお父さんとかねおじいちゃんっていう、そう、まあ、多いですよ本当に。45歳以上だけで、60% 超えてて、75%、はい、45歳以上で 75% です、うちのチャンネル。すごいですね。私当初始めた頃って、まあ、YouTube っていうこともあったので若い世代が多いのかななんて本当思ってたんですよ、と思いきや、実は今のこの見て、このチャンネルを見ていただいている年齢層はですね、なんと45歳以上が大半を占めるという。ジョコさんっていくつですか？私ね、実は今年ですね、30歳になります。年齢私隠してないので、はい。94年生まれの6月10日です。はい。年齢隠してません、私。珍しいと思います。はい。まあ、そう考えたら30歳が女装をやってるって言われたら、なんかね、いろいろ皆さんちょっと惹かれたりするんじゃないかなってちょっと心配になったりするんですけども、実はそのような感じなので、だから年齢層が高いんです、うちのチャンネル。非常に年齢層高いです。でもコメントとかしていただいてるのは割と若い方の方が多かったりもします、実は。コメントは若い方多いですけど、チャンネルを見ていただいている層としては45歳以上の方の方が多いと。で、まあそうですね、これちょっと不思議だなって思ったりもするんですけど、やっぱ車好きっていうのが、やっぱそういうちょっとおじさま年代の方が多いのかなと。うん、やっぱそれなりにね、スポーツカーとか持ってたりとか、こういうレースとかを、モータースポーツをですね、長年愛してる方とかが、まあ見に来ていただいてるのかなと。まあ、傾向的にはそうなってんのかなーって。あーっと、1台9号車が、これセクター3ですね。ちょっと回ったのかな？まあ、これはでも復帰はできそうですね。高速だけかな。はい。大丈夫そうですね。復帰できそうですね。だいぶ調子よく走ってたのでね、9号車。今ドライバーは藤原選手になってますね。そうですね、藤原選手になってて、9号車が、そうですね、第3ドライバーですね。はい、今回登録されてるのは坂口選手で、富林選手で、藤原選手という、藤原優太選手ですねっていう方が今回第3ドライバー、ルーキードライバーですね、走っております。はい、まあ今だいぶあれかな、ちょっと鳴らしてたのかな。うん、いやー、もうだからそういうね、
まあ、ドライバーの年齢層もね、GT500 クラスとか、まあ、300も結構高い方多いじゃないですか。だから、まあ、その方と同年代の方とかがね、見に来ていただいてたりとかもやっぱするのかなって考えると、まあいろんな世代にこのチャンネル見ていただけてるのは非常にありがたいなって思います。ありがたいなって思うんですが、この年代ってね、意外とね、ここだけの話ね、チャンネル登録していただけてないんですよ。おそらくチャンネル登録していただけてないんですよ。ぜひね、今年はそういった方にもね、チャンネル登録をね、していただけるとね、非常にありがたいななんて思ったりするんですけども。そう、見ていただけてはいるものの、ただ、実はチャンネル登録をせずに見ていただいてる方の方が多いのかなって感じですね。まあ、ぶっちゃけね、ここだけの話ですよ。ここだけの話というか、まあ、こういう、まあ、ちょっとゆったりとしたね、同時視聴実況だから、まあ、お話ししてるところもありますけど、チャンネル登録してる方としてない方の比率っていうのも実はあるんですよ。これ YouTube でも見れるんです。YouTube のデータで見れるんですけど、実はね、この28日間で言うと、この1ヶ月間で言うと、チャンネル登録してる方が見ていただいてる比率が 22.2% で、登録してない方がですね、なんと 77.8% なんですよ。もっと登録してーってなんてね、思ったりもします。まあ、チャンネル登録してね、チャンネルの登録人数増えると、まあ実際いいことも多いので、まずね、今年はできれば5000人を超えたいなーって思ってますんで、まあそういったところもね、頑張っていきたいなと思ってますので、ぜひね、そういったところも、ご協力いただけたら大変ありがたいなと思います。さ あ映像の方はですね、12号車のマリリインパル Z ですね、映ってまいりました。まあこちらカラーリングがね、今年カルソニックブルーからマリリブルーということで、だいぶちょっと変わりました。まあ、画像というかね、チームのね、最初の発表の際のカラーリングだと、ですね、ちょっと、だいぶ暗い青だったんですよね。いや、なかったは。だいぶ暗い青なので、まあ、正直、ちょっと、なんかダサいのかなみたいな、こともね、言われてたりもしてたんですが、実写を見るとちょっとね、大人っぽい、まあ紺ですかね、紺色というか、思ってる、こう実写で見るとマッチングしてて、こう大人の仕草があってかっこいいなっていう評価が、非常に多いですよね。まあ、カルソニックブルーのね、明るいブルーっていうのも非常に人気が高かったんですけど、こうマリリブルーに変わって、こうなんか渋さが増したことによる違うかっこよさが出て、非常にいいですよね。セダンとかで見かけるような青色ですね。そうですね、非常にいい色になりましたね。だからやっぱ実写で見る方はめっちゃかっこいいってなってるんじゃないですかね。さあ、あ、星野一樹監督です、インタビューですね。まあ去年ちょっとね、1号車背負ってたんですけど、結構苦労しましたからね。さあ、まあ、去年やっぱね、開幕までに合わせ込みが苦労したと。で、今年は、まあ、その合わせ込みはまだうまくいってるよと。ああ、やっぱドライ走りたい。そうですよね。富士ドライ走りたいですよね。ウェット、ウェットよりもやっぱで、ね、ドライデータ欲しいですよね。そらそうですよね。どのチームもそうかなと思います。
だ去年も早いところもあったんですけどね、ちょっとうまく噛み合わなかったですよね、残念ながら。さあ、はい、星野監督のインタビューでした。1冊1や5、うーん、いやまあここもね熱いドライバーが揃ってますからね、はい、非常にいいチームですよね、うん、チームインパル、そうそうそう、 YouTube とかもいろいろ出してますし、まあ、そういったあのプロモーション活動とかもねしっかりやってるチームですよね。さあマリリ、よくねマリリの車は黄色の間が目立つということで、ここだけね、ちょっと非常に目立つね、カラーというかステッカーが貼られてますけど、松本清の間ですからね。はい、松本清といえば、っていうとあれなんですけど、まあ一応ね、薬メーカーというか、ドラッグストアですね。はい、ドラッグストアメーカーですね。ということで、ここが、非常にね、目立つんですよね、この間が。まあでもなんか、そういう、なんか、なんていうか、いいです。ちょっとアクセントが入ってていいですよね。うん。まあいろんなね、チームのステッカーっていうか、ロゴってありますけども、まあ私の方もね、フォアチョコレーシングのロゴがね、あったりとか、するわけですけども、まあせっかくなのでね、ちょっとお店をするとね、明日のスピードウェイ、夕方から雨の予報ですが、昼間は曇りなのでドライ路面は期待できるかも。ありがとうございます、情報助かります。まあね、今までのねフォアチョコレーシングのロゴとかも実はあったんですけど、こういうこれね、ちょっと懐かしいなって思われる方もいますけども、もともとフォアチョコレーシングってリスナーさん提供でこういうロゴがあったんですよ。はい、こういうロゴがあって、でそれが去年ですね、新しくしました。はい、去年新しくしまして、フォアチョコレーシングのロゴが新しくなって、はい、こういう形になりましたと。あ、でかいでかいでかい、はい、ちょっとごめんなさいね、邪魔ですね。はいはい、フォアチョコレーシングのロゴが新しくなりましたと。こっちだとあれだね、見にくいね、こっちの方が見やすいかな。はい、こんな感じで、はい、フォアチョコレーシングの新しいロゴで、まあ3文字バージョンもありますよと。はい、3文字バージョンね、 HCR で、今年のレースクイーンのね衣装にもこれが反映されてますよっていうね、ことでございますけども、どれだっけな、これじゃないな、これだな、はい、こちらね、よいしょと。これどこ置こうかな、邪魔ここに置いたら邪魔かな、邪魔じゃなかったらいいけど。そう、今年は4年目ですね。はい。レースクイーンプロジェクト4年目です。なんと。ねえ、もうありがとうございます、ほんと。なんか毎年毎年可愛い可愛いって言っていただけるので、私も調子に乗って毎年毎年ね、やってますけど。今年はちょっとね、まあ今見にくいかなと思いますけど、まあちょっと、近未来的な、サイバー系の衣装に仕上げていただきましたんで、ぜひ紹介動画とかもありますんで、ぜひ見ていただけたらなと思います。女装ですからね、皆さんね、はい、お間違えないように女装ですから。でこ、ね、そういった話題で言うとね、今年は、ね、公式の方からですね、レースクイーンっていう名前名称からですね、レースアンバサダーですねという名称に変わりました。はい。で、まあ、これは一応公式的な名前なだけであって、まあ、チームで、故障する場合は、
特にこの限りではないということで、別に、強制はしませんよとか、今まで通り、まあ、レースクイーン呼びだったりとかね。アテンダントじゃなかったって。アテンダントだったりとかね。アンバサダーに変わりました。正式名称アンバサダーになりました。あれ、アテンダントだっけ？ちょっと待って。私が間違えてるのか？ちょっと待ってよ。なんか名前がいろいろありすぎて、ね、私が間違えてるのかな？アンバサダーじゃなくて。アンバサダーって、どっちかというと組織の広報担当みたいなイメージが強いかも。あ、そうですよ。そう。どっちかっていうと、そう、広報担当ですね。そういったところにポジションが変わったのかなっていう部分はありますね。うん、レースアンバサダー、そうですね。はい、レースアンバサダーっていうのが公式的な名称です。一回仮の名前で、アテンダントって出たんですけど、結局アンバサダーに変わりました。私もレースアテンダントかなって思ってたんですけど、まあ皆さんの中でもそうですし、多分私の中でも助走レースクイーンっていう方が多分言いやすいのかなっていうか、まあ助走ってついてますんでね、うん、ある意味そこの利点、なんか名称の意味を残すっていう意味でもやっぱ助走レースクイーンの方がいいのかななんて思ったりしてます。まあということで、このレースクイーン、助走レースクイーンということで、まあ公式的にはレースアンバサダーなので、もう私とかでもちょっとチャンスがあるのかななんて感じがしますけども。ああ、ありがとうございます、お疲れ様です。あら、来年はこそはなんか私もちょっとね、公式にお呼ばれとかね、なんかできたらなーって思ったりするんですけど、しないかな。まあ、GT に限らずフォーミュラーとかね、他のレースカテゴリーでもね、もうぜひぜひね、お声掛けいただけると大変嬉しいなって思うんですけど、今年ね、先ほどもありましたけども、ネコネコ GTR48 号車ね、脱毛ですけども、脱毛ケーズフロンティアネコネコ、あ、ちゃう、ゴーファンネコネコ GTR ですか。はい、で、VTuber が採用されたりとかさ、まあ、9号車、まあ、V スポはね、去年に引き続きでもありますけども、まあ、そういったところで VTuber っていうところのね、まあ、目立ってきてる部分もあるので、なんかぜひ私も何かしらお仕事をいただけると大変ありがたいなと思います。情報量が多いチーム。情報量が多すぎる。名前は変わるわ、VTuber が採用されるわ、名前長いわ、みたいな。はい、というところで、間もなくですね、第1セッションもですね、残り1時間を切ろうとしているところです。今のところそうですね、トップタイム出してる36号車と9号車ですね、というところで、あまり大きくは順位はちょっと落ち着いたかなと思います。だいぶ落ち着いてきてるのかなと思います。さあ、初音にミクも10番手だから、若干中段勢が変わってるのかな。6号車、88、9でしょ。まあまあまあ、順位変わってきてるかな。これ思うんですけど、これぜひ皆さんのちょっとご意見をお聞かせいただけたらなと思うんですけど、今、その、例えば無限、GT500 とかだったら無限とか、まあ、リアライズとか、日本語名表記ってあるんですよね。はい、日本語名表記。これ、全部英語表記にした方がいいのかなって思ったりすることあるんですけど、実際皆さんの中ではどうですか？例えば GT300 クラス、だから V スポとかもさ、日本語表記、だからランボルギーニとかもそうじゃないですか。あとは、まあ、シェイドレーシングとかさ。こういうのを、まあ、英語表記にした方が、皆さん的には見やすいのか、
まあ、とか例えばあの海外の方が見られる際にはそっちの方が良かったりするかもしれない、まあ、ただ喋ってるのがねずっと日本語なので何言ってるか分かんないみたいな感じになっちゃうような気もしますけど、まあ、そういうパターンなのか、あの今まで通りこうちょっと日本語混じりで、書いてる方が分かりやすいのか、皆さん的にはどっちの方が良かったりとかってあるんですかね。ちょっとぜひね、あの皆さんの中でのご意見をお聞かせいただけたらなって思うんですけど、難しいですよね。全部英語にしてしまうと初音ミクも英語になるし、まあランボルギーニはまだいいとして、なんだろうな、何が分かりにくいかな、脱毛とかかな。うん、まあまあ正直な話を言うと、今この枠あるじゃないですか。この枠に収まれば全然いいんですよ。英語だろうが英語じゃなかろうが。まあ一応ただ公式名的にはこっちの方が分かりやすいのかなっていうところで、まあ一応こういう形を取ってるんですけど、皆さん的にはどっちの方が分かりやすいとか、まあ変えた方がいいとか、なんかあるのかななんて思ったりするんですけど、一応ね、一応の先ほどの話にもつながるんですけど、このチャンネルを見ていただいている方っていうのは、実のところを言うと、日本人がほぼです。はい、視聴者層としては日本人が、96.4% なんですよ。なので、まあ、別に英語表記に変える必要性があるかって言われると、まあないんですけど、まあもし今後そのね、海外勢の方にも見てもらおうって思ったりすると、みたいなね、どうなのかなって思ったりしますけど、まあもしね、海外勢の方も見てもらおうとするとなると、おそらく字幕がつきます。はい、字幕がつきます。あの喋ったやつを英語翻訳してくれる字幕が入ると思うんで、そのスペースとか、その私の喋るペースを考えると、多分海外勢の方は見てもわからないかなって思ってるので、まああんまりスタイルを変える必要性はないのかななんて思ってるんですよね。うん。なのでまあ多分私の中ではこのまんま日本語表記混じったこの形が一番分かりやすいのかななんて思ったりはしてますけど、もしなんかこういった方、名称に変えた方がいいとか、あのいろいろあったらね、教えていただけると大変ありがたいなと思ってます。今のこのテストだからね、いろいろといじれる部分もありますからね。さて今映像は GT500 の3号車2テラですね。こちらはまだちょっとセッティング中なのかな。2テラですね。まあ2テラはね、 GT500 の中で唯一、フロントライトがですね、水色ということで、まあ、GT500 はね白なんですけども、ここだけ青なんですよね、実はね。でまあ、23号車と見分けつけるためにちょっといろいろと変更が、ね、されてるよっていう。そう、リアが灰色になりました。なので去年までの黒とはね、ちょっと一変した形で、あの見た目カラーリングのね変更があるのかなっていう感じですね。さあね、そう、 Z って今年 GT500 クラスの Z っていうのは、あの実はそのフロントっていうか、ニスモになったんですね。はい、去年までは日産 Z だったんですけど、今年から日産ニスモ Z に変わりましたので、若干ね見た目が変わっております。はい、まあその辺もね、去年とちょっと車が変わっている、空力の開発が行われているっていう点でね、今シーズン一体どういった展開になるのか、まああの、その、新パーツのね、
影響戦闘力っていうのはいかがなものかっていうところは注目ですよね。ライトが青いのは他の500車両となく区別はないです。はい、ないです。なんか、うん、3ここだけね青なんです。こんちょこ、はい、こんちょこです。まあ割と初期の頃からそうですよね。ニテラの前の、クラフトスポーツの時代からここだけライトが青なんですよね。まあ GT300 は黄色、まあこれは指定されてますので、変更とかはできないんですけど、500はね、まあ基本白なんですけどここだけ青と、うん、まあここ長年ずっとそのまま来てますんでね、もう2手だというかね、3号車といえば青と思ってもらえればいいなと思います。さて、1時間切ってまいりました。この公式テストのセッション1もですね、はい、視聴数も現地ですけど寒すぎて手が震えてます。現地やっぱ寒い。あのスタート時点で気温5度、路面温度8度でしたからね。今もうちょっと上がってるかなと思いますけど、それでもね1桁台気温ということで、もう現地かなり寒いんじゃないかなと思います。ただでさえ再現できない GT7 のより再現できない要素、うん、そうですね。あ、ニスモ40周年アニバーサリー、40周年ですね、ニスモ。なんか今年記念イヤーのところ多いのかな。あ、ライトつきました。そうですね、まあクロフトが白やったから見にくいとか、あどうなんでしょう。ちょっとね、どういった経緯でこういう青ランプが採用されたかっていうのはちょっと私もよく知らないところがありまして、まあもし知ってる方おられたら教えていただけたらいいなと思いますけど、ちょっと雨足が強くなってるのかな、さっきよりは。ちょっと降ってきてまた路面状況が悪くなってそうですよね。うん、ちょっとまた水しぶきが結構上がってくるようになりましたね、ホームストレートも。うん、やっぱ、うん、雨量増えてますね、これ。模擬予選大丈夫かな。模擬予選ちょっと心配ですね。さあ、あ、20分後にまた雨が強まる予報。あ、マジで。風と雨で寒いです。風と雨で寒いです。風邪ひかないようにね。もうね、かなり寒そうな天気なので、なんかこういうね、富士の公式テストってね、気温下がるし雨降るし、大変なんですよね。去年は赤旗中断とかもありましたからね、雨のせいで。まあ、今年は今のところ赤旗は一度も出てませんので、まあまあ、ギリギリ雨量的にもなんとかなってるのかななんて思いますけど、さあ2テラ、高星選手が走ってるのかな。あ、そうだそうだ、高星選手ってそうだ、今 J スポーツ側で言われて思い出しましたけど、そうですね、フォーミュラー E のね、まあ、プロモーションのドライバーとして実は走ってたらしくて、東京六本木のイベントでフォーミュラー E の実車で、ちょっとでドライブしてたらしいですよ。マレリアッパコン色っぽく感じます。一昨日も走ってたね。そうですね、そう、今週末走ってたんですよ、フォーミュラー E で。いやー、すごいですよね。フォーミュラー E もね、開催され、東京でね開催されますし、やっぱ走りが寒かった。さあ、おー、まあ、今年からね、この3号車も23号車同様とタイヤメーカーがね、ミシュランがちょっと撤退になりましたんで、500の方は。ブリヂストンタイヤに変更ということで。まあ、今までとタイヤが全然違うので、まあ、データがあるとは、他チームのね、データがあるとはいえ、かなり苦しむんじゃないかななんて
思ってたんですけど、今のところテストを見る限りでは割と順調に、あーっとちょっとダンロップ回りきれませんでしたね。オーバーシュートしてちょっと外側から行きましたね。さあ、あー、まあということで、なかなかこのタイヤっていうところでね、今年はいろいろと苦労するんじゃないかななんて思ったりもしてたものの、まあ、こうテストを見る限りでは、そこまで大きく、苦労してる感じには見えないので、まあ、やっぱデータが生きてるの、他のチームのデータが生きてるのかななんて思ったりはしますよね。さあ、3号車。だいぶやっぱ水しぶき上がってますね。中島レーシングのワンポイントのおかげで俯瞰でも映像でも見やすいです。お、中島レーシングのワンポイント。あー、なるほどね。64号車ね。はい。64号車非常に見やすいですよ。そうそう、めちゃくちゃ見やすいですよね。上のルーフにも64。で、横にもデカデカと64ですからね。いいですよね、ああいうのね。まあ、ちょっと海外のね、ナスカーとか、まあ、街寄りのカラーリングに思われたりもしますけども、まあ、だから逆にだからそういう方がやっぱ見やすさ的にはあるのかなって思いますよね。はい。さあ、メインストレート通ってきたの、あれはウェッツかな、リアライズかな、ちょっとわからなかったですけど、ARTA16 号車がピットインですね。おーっと、あ、ウェッツでしたね。1コーナーオーバーシュートしてましたけども。やっぱ雨量増えてそうですね。さあ、映像でもちょっと雨結構降ってるのが確認できますね。これ大変そうですね、やっぱね。さあ、GT500 は、もうやっぱ36号車ね、英雄トムス、調子いいですね。トップタイム36秒174ですね。で、300クラスは9号車のパシフィックが44秒003というのがトップタイム。いやー、ちょっと、これホームストレートまた暗くなってきたんじゃないですかね。水しぶきでね、ちょっと霧っぽくなってたりもしますけども。さあ、現地のね、コントロールタワーですね、映ってますけど、コントロールタワーなのかな、これあれなのかな、表示灯って言った方がいいのかなね。この表示灯だけで判断するのって結構難しいですよね。特にスーパー GT って500と300が走ってるので。順位書いてる高いやつ。そう、順位書いてる高いやつ。あれ、なんて言ったらいいんでしょうね。あーっと !30 号車の APR の GR86、これ2コーナーでスピンですね。1、2コーナーでスピンしてしまった。で、ああ、動きましたね。再スタートはできましたね。これは回っただけかな？ピットアウト後だね、アプアの86。回っただけっぽいですね。うん。おっと、ちょっとここで、なんとなんと、あーっと！ポノスだー！あー、フェラーリ！ポノスのフェラーリがクラッシュ。え、ケイコットリの選手です。赤旗です。赤旗が出ます。あ、違うのか。赤旗出ちゃった。リル・ワドゥー選手ですね。失礼いたしました。ワドゥー選手で、2コーナー先です。クラッシュです。これはちょっと、ちょっとダメージでかいですね。フロントがかなり潰れてます。赤旗です。赤旗が出ました。
場所ですけど、ここですね、2コーナーの先、赤旗、ここですね。で、45号車、ポノスレーシングの方ですね。ポノスのフェラーリですけども、外側クラッシュ、フロント部分がかなり大破しております。これで赤旗中断です。赤旗中断となります。ちょっと下に場所移動しましょうか。ちょっと大きなクラッシュでしたので、もしかすると、FRO の方で、ちょっと確認というかね、G をね、一定の G を超えるとですね、ドライバー自力で降りずに、まあ、その、ね、FRO とかね、救急隊の、まあ、指示のもとで降りないとダメですよというものがあります。いやー、これはちょっと大きなダメージを負ってしまいましたね。2コーナーの立ち上がったところですね。ああ、これ横もなんか当たってそうかな。まあ、だいぶ行きましたね。これはちょっと大変な修復になりそうですね。予選無理？予選無理です。これはもう 100% 無理ですね。私 J スポーツです。J スポーツのオンデマンド。いやー、これフロントの4時の間だけも少しだけ覗いたらポノスがクラッシュしてたんだか。ちょっとリプレイが出るか分かりませんけども、かなり単価出てるエンジン波、無理やろ壊れ方、チャージもひどいやろ、エンジンこれ完全に乗せ替え確定ですね。さあ、リドゥアドゥ選手ですけども、まずちょっとね、まあ、体の方が無事かどうかがちょっと心配なところなんですけども、はい、赤旗となりました。このクラッシュの仕方はマッハ号のフェラーリを思い出す。あー、これはでかいな。さあ、改めまして、スーパー GT の2024年のね、セッション1ですけども、1時間切ったところでちょっと赤旗ということになっております。45号車かな、45号車、ポノス、もしかしたら開幕戦も間に合わないかも。開幕戦までは間に合うと思うんですけど、どうかな。いやー、ちょっとこれは大きなクラッシュとなってしまいました。フェラーリのパーツ次第。あ、そうだね、フェラーリのパーツ次第か。どうなんですかね、フェラーリのパーツって。あんまりこの辺詳しくないですけど。あ、結構やってるね。いや、結構やってると思う。296ね、296。96。コーナー先で、クラッシュのため、赤旗。世界的にも人気車種だからパーツが取れないとかもありえるし。ありえそうですね、そういったこともね。ちょっとこのウェットコンディションの中ですからね。いや、クラッシュの仕方やばいな。結構いきましたよ、これ。だ、30号車も同じところでさっき回ってたじゃないですか。だから似たような状況なのかなっていう気はしますよね。ちょっとアドゥ選手は降りたのかな、これは。
ちょっと状況がわからないんですけども、結構でもこれ G はかかってそうなので、うん、雨とはいえこれ壁に当たってコース上の方まで戻ってきてますからね。マッハ号の時もフェラーリ派敗者だった。あー、なるほどね。もうあれかな、場所、コース図いらないかな。担架出てたから今は救急車の中ですかね。多分救急車の中かな。やっぱ衝撃は結構でかかったんじゃないかな。こういうウェットコンディションっていうか、まあ、ウォータースクリーンですねの方に乗って滑ってそのまま止まれずに当たってると思いますので、ニコの立ち上がり、まあ、速度は多分そこまで出てないにしても、まあ、ドライと違ってやっぱ止まらないっていうところはかなり厳しいんじゃないかなっていう。あ、やっぱ一応ね、今チームの方は無事大丈夫っていうコメントはあったそうなので、とりあえずは大丈夫そうですね。で一応ね、まあ、G が大きかったので、メディカルチェックを受けてますよっていう状況らしいです。はい、ということで、ちょっとこのね不運ですよね。ここは新車でね、リドゥアード選手、まあ、岡山の時はねちょっと海外のレースのスケジュールの関係上欠席ということだったので、まあ、事実上今日が初めてかな、走る、GT の方車走らせるというような状況だったのかなと思うんですけど、やはりね難しいんですよね、やっぱね。まあ一応なんかね、情報によると日本でも走ってる経験はあるそうなので、まあコースを全く知らないみたいな、そういったドライバーではないらしいんですけどね、やっぱ富士の、このウェットコンディションの難しさっていうのをね、改めて感じさせるような今回の、まあちょっとクラッシュだったのかなっていう気はしますよね。やっぱね、ちょうど今雨量が増えたタイミングだったと思うので、余計にその辺のね、雨量の変化っていうところに適応できないと、まあ、さっきの30号車だったりとか、みたいな、ね、スピンしたりなんていう、まあ、GT500 でもまあありますけど、オーバーシュートしたりとかもね、やっぱしてしまうのかなっていうのはね、感じるところはあるのかなって。確かウェク参戦経験あるから、なんなら富士が経験あるんよね。そう、富士経験あるんですよね。まあだからこそなのかもしれませんけどね、この雨のコンディションっていうのはやっぱ本当に慣れたドライバーじゃないとかなり厳しいかなって思います。それこそね、例えば F4、 ああBRZ61 号車、スバリストです。スバリスト、いい笑顔ですね。なんかご家族かなですよね。ね、来てるような感じで、家族みんな BRZ スバリストですね。いいですね。まあということで、まあ今雨増えて、このね、2コーナーの立ち上がりっていうのは、まあ、縁石からそうですけど、まあ、割と水が溜まりやすいというコーナーなんですよね。はい。なので、結構その雨量の変化っていうところにおいても、まあ、ちょっとね、1コーナーから行くと下り坂なんですよ。なので、降ってきた雨とか、1コーナーで降ってた雨が2コーナーの方に流れてきてて、やっぱ雨量っていうか、雨の、水量としても多くなりやすいコーナーになってくるんですね。で、ね、やっぱそこで立ち上がりで滑ってしまうと、その雨量の多いところにもう乗っかってしまって、もうどうにもならなくなっちゃうよっていうことなので、まあ、こういったようにまあ回ってしまって、まあ運が良ければコース上とかまあでなんとか止まれたり、さっきのみたいな感じありますけど、まあ、なかなかそううまく止まれないと思うので、まあああいったようにね、壁に
もうそのまま速度をその落とせずにクラッシュしてしまうなんていうことはね、まあ今回に限らずですね、よくあるんですよね、あの辺りのクラッシュって。で2コーナー、まあ、ドライでもね結構ね難しいんですよね、あの2コーナー、あの辺りだと確か去年とか一昨年かちょっと忘れましたけども、あのスーパーフォーミュラーでもねレースの時にねあそこでクラッシュとかもありましたからね。あの時はサッシャ・フェネストラズ選手でしたっけね、今100号車乗ってる山本直樹選手のノーズと、まあ、サッシャ選手の後ろに当たって回って、あの2コーナーの同じとこら辺でクラッシュみたいなこともね、ありましたけども、よくねあそこはねドライでもウェットでもクラッシュが起こりやすいというかね、ポイントにはなってくるんですよね。さあ、赤旗中断中ということで、とりあえず今車の方は回収はされましたけども、まあ、スタートはどうなるかな。サッシャさんとかポピコも去年刺さったようなテストで、そうですね、なのでやっぱあのコーナー、あ、初音ミクです、ミクちゃん、ミクちゃん人形を、あ、初音ミクさん、グスマ応援団ね、あれは多分20年のかな、20年の初音ミクぬいぐるみじゃないですか。あ、20年の初音ミクってめちゃくちゃ可愛いんですよね。いいですよね。そう、あの公式の方でも初音ミク触れられてますね。あの毎年ね、書いてる方変わりますからね。あの今年は話題になりました機動戦士ガンダム水星の魔女のデザインをされた方が今年の初音ミク書いてまして、で、今年は、ね、魔女スタイルということで、魔女っ子じゃなくて魔女ですからね。はい。おっと、文字、公式情報によりますと、え、マジで？ですね、公式情報ですと、この赤旗をもってセッション1終了という情報が入ってまいりました。セッション1、この赤旗をもって終了と、残り30分残っていますけども、セッション終了という。危険と判断かな。そうですね、雨、ちょうど雨量増えたタイミングでもあったっていうことも、と、ガードレールとか先ほどのクラッシュの応急処置におそらく時間がかかるという判断をしたっていうことですかね。電池の方いたら教えてください。ブースなど派出てますでしょうか。あ、ブース、おっとマジかいな。ブースはね終了してしまう。テストの時にも一部確かね出してたはずです。全部は出てないですけど、状況が状況なんで仕方ないですかね。昼間とかは食べれるブースは多分あったんじゃないかなと思いますけど、今日はちょっとどうなのかな。もし現地の方おられたら教えていただけたら幸いですけども、確かね私が2年前に行った時はラーメンとか、あとなんだろう、焼きそばとかその辺のちょっと軽食系の店舗とかは出してたと思います。で初音ミクのそのね、グッズ販売とかも確か出てたと思いますので、今日もいくつか店舗は出してくれてるんじゃないかなと思うんで、お昼ご飯とか多分食べれたはずです。これ今ちょっとねカメラの角度的にどうしても見えないですけど、これ2コーナーのね外側のガードレール当たってると思いますんで、多分修復に時間かかるのかなっていう、まあ、タイヤバリアがどこまで破損したかっていうところですよね。ちょっとカメラがねどうしても角度の都合上見えないところではあるんですけど、はい、というわけで、マコさんありがとうございます。
明日現地行ってみます。ごめんなさいね、今現地おられる方もしね、そういった情報あれば教えていただけるとありがたいんですけど、私もだから2年前でしたので。それじゃあ僕はお昼行ってきます、うん、また予選で現地勢です。現地勢、とても寒い。お疲れ様です。現地車で毛布にくるまってる。やっぱね、10度まで多分上がってないと思うのでかなり寒いんですよね、うん、皆さんちょっとね、暖かくしてですね、休憩ね、昼休憩を取ってもらえたらなと思います。うん、ラーメンとか豚汁とか売ってますよ。あ、トンネルとか売ってる。あー、よかったよかった。なので、だから食べるものはあるみたいですね。はい。本線みたいにね、ゾロゾロっていう感じではないんですけど、まあ、ポツポツと、いくつか店舗はやっぱ出してるみたいなんで、現地行かれる方はね、ぜひそっちも、利用してみてください。まあ、豚汁あるのいいですね。今日寒いので。豚汁ありがたいな。もうこれ止めていいかな。豚汁のありがたみが身に染みてます。わかりますだからね、休憩の時にちょっと駐車場をね、そんなに遠くなければ駐車場まで戻って、車の中でエンジンかけて、温まりながらね、休憩してもらえるといいんじゃないかなと思います。さあ、というわけで、このセッションはですね、先ほどの45号車ポノス296のニコーナー先のクラッシュの赤旗を持って、終了という話がですね、公式から出されましたんで、まあ、これ以上の再開はないですよと持って、セッション終了ですねという形になりましたよと。はい、なかなかちょっとウェットコンディションっていう中で、まあね、雨量が降ったりちょっと弱まったりという、まあ、ほぼ降り続けてたのかな、この午前中はね、というところですので、なかなかこうタイヤテストも、まあ、できるタイミングできないタイミングだったりとかね、あったかなと思いますけど、なんともちょっと最後ね、クラッシュということでちょっと残念な結果になりましたけど、この後午後ですね、配信としては1時半からで、模擬予選としては2時からですね、行われます。セッション2ですね、ありますので、そちらの方もまた来て、いただければ大変ありがたいなと思います。前回の岡山とは違うのは、岡山の時は、ゲスト呼んでお話ししながらやっておりましたけども、今回は私一人でやりますので、はい、ぜひちょっと、ね、バタバタとしながら喋るかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。というわけで、ちょっと結果、振り返っていきましょう。結果だけ振り返って終わりにしましょうかね。500は36がトップ。はい、富士でも好調ですね。500クラスは、絶好調。36号車、去年のチャンピオンチーム、チーム AU スープ、トムスですね。がトップタイムですね。36秒174でした。2番手、14号車のエネオスですね。こちらも、やっぱ岡山に引き続いて調子いいですね。36秒576。3番手、16号車の ARTA の黒い方です。黒い方。ですね。こちらが36秒690というタイムでした。ここからは順番だけ、順位だけ発表いたします。はい、4番手は24号車のコンドレーシング。リアライズ G、リアライズ Z。トムスも今年50周年ですね。はい。5番手、39号車のサードの、デンソーの、39号車。6番手23号車のモチュール Z、 7番手12号車のマレリ、8番手8号車の ARTA 赤い方ですね、9番手37号車のデロイトトムスの37号車、30号車、ごめんなさい、30号車じゃねえわ、10番手は38号車のキーパーセルモ、11番手100号車のスタンレー、12番手3号車のニスモ、ニテラ、13番手は17号車のアステモ、14番手64号車のモジューロ、そして15番手は19号車のウェッツという形になりました。はい、続いて GT300 クラスですね。トップタイムをマークいたしましたのは9号車のパシフィック V スポ、
ラック AMG、で2番手88号車の JLOC ランボルギーニ、3番手6号車ティムルマンの新車フェラーリ、赤いフェラーリですね、6号車、4番手56号車のリアライズ GTR、5番手61号車 R&D スポーツスバルですね、 BRZ、 6番手50号車のアネスト岩田 RCF、7番手62号車新規チームですね、ヘルムモータースポーツ GTR、 8番手87号車の JLOC ランボルギーニ、こちらはエボ1ですね、ごめんなさいね、88がエボ2ですね、はい、9番手18号車のアップガレージ NSX、 10番手4号車初音ミク AMG、11番手が7号車の BMWM4、12番手が2号車のムータ、GR86、13番手、ランナップ365号車の GTR、14番手、65号車のレオンピラミッド AMG、15番手新規チーム D ステーションレーシング775号車のアストンマーティンですね、16番手48号車の脱毛ケイズフロンティア、ネコネコ5、ゴーファンネコネコ、GTR、 17番手が20号車のシェイドレーシング GR86、 18番手30号車の APR GR86、19号車60号車 LM コルサ、GR スープラ、20番手、クラッシュしてしまいましたけども、45号車ポノスのフェラーリ、白いフェラーリですね、はい、21番手31号車 APR の LC500H で、22番手が去年のチャンピオンチーム52号車埼玉グリーンブレイブ、GR スープラ、23番手5号車のマッカー車検、MC86 マザーシャーシーですね、24番手復活のホッピー25、ホッピースープラ、25番手が22号車の RQZMG、 そして、26番手ですね、こちらちょっと今回走ってないんですけど96号車の K-Tunes という形になりました。この後、またね、お昼ですね、1時、こちらの配信は1時30分から、行います。1時30分から、模擬予選のルールの方法の説明をした上で、模擬予選の同時視聴実況が2時からスタートという形になりますので、よろしくお願いいたします。私動画出させていただいたんですけど、若干ね、その、ルールが変わってるというか、Q2 のね、出走順番がちょっと変わってますので、そこも合わせてちょっと説明ができればなと思っております。はい、で、まあ、ちょっとこちら宣伝ですけど、明日も8時45分からですね、セッション3の同時視聴実況を、でセッション4がお昼から、今回も本田優さんをゲストに招いて、やっていきますよという形になります。はい、というわけで、以上となります。スーパー GT2024 富士、公式テストセッション1、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとね、赤旗で、セッション終了前に、赤旗中断で、思って終了という形になってしまいましたけども、ちょっとね、ゆっくりと休憩していただいて、またお昼から、来ていただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。約2時間半ですね、お付き合いいただきましてありがとうございました。裏方もお疲れ様です。ゆっくりちょっと休んでください。この後が大変です。はい、この後大変ですんでね。はい、ですので、とりあえず午前中、皆さんお疲れ様でございました。またお昼の方ですね。また模擬予選となると、多分ね、もうちょっと皆さん集まっていただける人増えるかもしれませんのでね、頑張っていきたいなと思います。はい、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、お昼あるよ、お昼あるよ。お昼ありますからね。まだ明日じゃないですよ。お昼ありますから。はい、という形で、皆様とお疲れ様でございました。ではまた、お昼お会いいたしましょう。チョコでした。バイバーイ。ゆっくり休んでください。現地の方、暖かくしてね、休憩してくださいね。後で来ます。よろしくお願いします。